入門講座ですね財務会計論の基礎編1回目の講義を始めていきます。えー、担当はレックス編に講師影山と申します。よろしくお願いします。一つのね、えー、レジュメ、えー、見てください講師レジュメね。こちらで、えー、講義の内容の方は進めていきます。ということで1ページ目ですね。はい、早速いきます。まあ今日は財務会計の初回ということで、まあ言ってみれば財務会計っていうのは、募金、日照募金。 勉強されたことがある方は、2級以上のグレードを勉強されたことがある方は、まあその簿記の中でも、商業簿記ですね。商業簿記がこの財務会計論という科目になると思ってください。はい。で、まあ簿記っていう言葉はね、聞いたことがある方も多いと思うんですよ。ね、はい。じゃあその簿記っていうのはですね、えー、どういうですね、言葉かっていうと、これはね、まあ多少説はあるんですけど、えー、まあ基本的には、ね、帳簿記録の中2つを取って簿記と。 いう言葉が誕生しているんだと思ってください。帳簿記録の中二つで簿記。まあ帳簿記入の中二つっていう説もありますが、まあでも同じですよね。えー はい、まあ簡単に言うと帳簿に記録していきましょう。それが簿記ですよというわけですけれども、えー、ただ帳簿に記録するって言ったって誰が記録するのかとかね目的は何なのかとかどうやって記録をするのかとかいろいろね疑問点は出てくると思いますので、まあ、今日本当にね一番初めなのでその辺りからですねちょっと見ていきたいと思いますはいじゃあまず帳簿に記録するはするんだけれども一体誰が記録するんですかって言った時にはい、えー、企業が記録しますまあ別に個人商店だったらね えー、その経営者、店主、主人、お店の主人、いわゆるあのね、えー、旦那、ねえー、そういう人が記録してもいいんですけれども、まあ、一応、会計士試験はですね、大企業を前提とする簿記です。大きな企業を前提とする簿記なので、会計士試験前提にすると、企業が帳簿に記録をするんだと、ねはいで。なぜ会計士試験は大企業かっていうと、それは、ね、皆さん受かってから、相手にする会社が、大きな企業、上場会社とかなんですよ。 はい。会計士監査が必要になってくるね、企業っていうのは、上場している会社か、あとは資本金5億円以上、または負債総額200億円以上っていう、そういう会社を皆さんは相手とするんですよ。だから、試験も前提としては、そういった大きな企業を前提としてるんです。だからね、個人商店を前提としているような簿記では実はないんですね、会計試験っていうのは。はい。まあ、日商簿記3級だと、 昔は個人商店。まあ今は日商簿記三級も株式会社、ね。小さな株式会社を前提としてるっていうことになった、えー。まあ変わったんですけども最近。ねえー、ただ日商簿記三級なんかでも別に大企業ではないんだけども会計資金は大企業ですよと、ね。はい。だから企業が記録をします。なんなら大企業をイメージしてください。 そして何を記録するのかっていうと、これ企業の全活動を記録するわけではなく、はい。お金で表現することができる活動を、募金の記録の対象にしていきます。帳簿に記録をしていく活動っていうのは、お金で表現することができる活動。これが記録対象になります。あの、企業の全活動ではないんですよ。で、こういったお金で表現可能な活動をですね、募金上の取引と呼んでいきます。募金上の取引。 募金所の取引これまた後で出てきますがね、簿記上の取引。引あ,、まあ例えばですね、企業の活動って本当にいろいろありますから、一つ例を取ると、えー、企業が、まあ、パートさんをねちょっと雇いたいと、人手不足だから、パートさん雇いたいよということで、まあ、パートさんの、ね、募集の広告を出してで、その広告を目にした方が、パートの面接にやってきますよと。 これも企業活動の一環なんですね。で、その面接1時間話して、じゃあね、また結果後日お知らせしますね、ということで、えー、まあ、面接に来てくれた人ね、バイバイってやって、え、それも企業の活動なんだけれども、ただその活動でお金動かないんですよね。だから企業さんのパートの面接って、募金の記録の対象にならないんですよ。で、そんな活動は山ほどあるわけなんですよ。で、逆に、企業が取引先と契約を結んで、ね、え、100万円の商品をね、 販売しましたって言ったら100万円もらえるんでそういう取引はお金が動くんですよねでこの帳簿の記録の対象になるのは後者お金が動く活動なんですよ企業の全活動がこの記録の対象になるわけではないということなんですはいですかね じゃあ次ですね。えー、記録をするんですが、何に記録するか。まあ、帳簿記録って書いてあるんで、その帳簿に記録をするわけですけども、その帳簿にもですね、ちょっと種類があるんですよ。えー、これがですね、ちょっと下のね、カッコの2番というところを見てください。カッコの2番。はい。えー、帳簿の種類ということですね。帳簿は大きく分けると2種類あって、主要簿と補助簿っていうですね、種類。 に分かれます。で、主要簿っていうのは、これなくてはならない必須の帳母。2冊の必須の帳母になります。まあこれはもうマスト。募気帳母って言ったら主要母。ね、マスト。あとね、補助母っていうのは、これはもう必須じゃないんだけれども、あると便利な帳母のことを指します。で、具体的にはどういう帳母かっていうと、主要母はですね、はい、これ2つ、マーク入れてください。仕訳帳、相関上元帳と。 これ読み仮名上の方にちょっと書いてあるんで仕分け帳総関上元帳とありますが、えー、読み仮名こ上のところですかねはい、えー、主要簿補助簿だって総関上元帳と総関上元帳仕分けっていうのはちょっとねその一行下に仕分けっていう言葉にメモ読み仮名が入ってるんでちょっと行がずれて申し訳ないんだけども、えー、まあ仕分け帳とね まあこの2つのつに記録をしていきます仕訳帳と総刊帳元帳仕訳帳と総刊帳元帳はいまあ独学でね簿記を勉強された方は結構読み方間違えてたりするんですよ「市役帳」って言ったりね「市役帳」って言ったりしますが「仕訳」ですね「仕訳帳」はいまあこの2つの帳簿に記録をしていきます まあこれは簿記をやるにあたってはマスト、必須の帳簿。あとまあ補助もありますが、補助簿はねまた後日学習していきますね。必須ってわけじゃないんだけど、あると便利な帳簿というものもありますよ。じゃあ、また上に戻ります。帳簿にね記録をするんですが、どのように記録するのかというところで、これはですね複式簿記という技術と仕分けという簿記の言葉で記録していきますま。要は、この仕分けというのは簿記の言語なんですよ。 はい、この仕分けという言葉ってありますがこれが、まあ、言ってみれば簿記の、ね、言語ですね。まあ、自常生活ではこういうのは使わない簿記、えーまあの言葉簿記の言語、はい。これを使って、ね、記録をしていくんですね。でまあ、今日のみならず えまあ基礎編そしてえその後ね本論編を含めてえ多くの部分はこの「仕訳」っていうね簿記の言語を勉強していくんだと思ってください。取取取引引引ををを金上上ののおでで表現可能ななに記録すするやり方なんですね今日はそのねえ第一の法則っていうものまあ一番根幹となる法則を見ていきますがえそこからねいろんなバリエーションを増やしていく中でまあ今後ねこの「仕訳」っていう簿記の言葉を 学習していくんだと思ってください。はい。で、えー、まあ今日メインで見ていくのはこの複式簿記という技術ですね。これをね今日メインで見ていくんで、またこれは後で見ていきます。なので、まあ記録のやり方はね今日後半、えー、見ていくものだと思ってください。複式簿記という技術と、えー、仕分けという簿記の言葉で記録をしていくと。はい。で、何のためにとありますね。何のためにってのはその下。 まあこれは募金の目的ですよ。募金の目的。損益計算書と貸借対象表を作成するためと。損益計算書と貸借対象表を作成するため。これが募金の目的なんですね。で、ちょっとね、その下20銭囲ってあるんで、これぐるぐるっとね、もしも赤ある方は囲ってください。まあこれがね、募金の目的ですからね、あの、なんで帳簿に記録するのかなって言ったときに、 この、損益計算書っていう報告書と、貸借対象表っていう報告書を作るために、日々、帳簿に記録するわけですよ。日々、帳簿に記録するわけです。はい。これが簿記の目的なんです。ですかじゃあ、ちょっと見ていきますね、中。損益計算書っていうのは、 一定,一定期間の経営成績を明らかにする。と、ね、あります一定期この経営成績っていうのは要はいくら儲かったんですかっていう話なんですね。いくら儲かったかんですか。いくら儲うかったかっていうそういう話なんですよ。どんだけ儲かってんですかっていうのもこの損益計算書っていう成績表で表していきます。 これどれだけ儲かってたんですかっていうことを経営成績と呼んでいきます。はい。えー、それに対して、貸借対照表はですね一定時、一定時点の財政状態は明らかにすると。財政状態 で、財政状態っていうのは、その経営成績がどれだけ儲かっているんですかっていうことに対して、財政状態は、まあ、どのように資金を調達して、どのようにその資金を運用しているのか、ちょっと難しいですよね。要は、どれだけ財産持ってるんですかっていうことを示す成績表です。どれだけ財産持ってるんですかと。ちょっとどれだけ儲かったのかとは違いますよね。 どれだけ稼いでるんですかっていうことと今どれだけ財産があるんですかっていうことはちょっと違いますからねその後者どれだけ今財産会社に蓄えているんですか、ねえー、そういうことを示す成績表が貸借対照表になりますはいだからね預金が50億ありますよとかね例えば10億円の価値のある土地を持ってますよとか、えー、そういうのを示すのが貸借対照表 また後でやっていきますがね、損益計算書の方は、どれだけ儲かってるんですかっていうことですから、まあ1年間で、えー、10億円売り上げましたよとか、そういう成績を示すのが、損益計算書だと思ってください。はい。まあこういったんですね、えー、一定期間の経営成績、どれだけ儲かってるんですかっていうことを示す損益計算書と、えー、どれだけの財産があるんですかっていうことを示す対借対象表を作るために、日々記録をしているんですね。日々記録をしている。そして、 皆さんは受かってからこの損益計算書と貸借対象表を監査するんです。チェックするんです。本当にそれ正しいんですかと、ね。どれだけ儲かってるんですか、どれだけ財産があるんですかっていうこの2つの成績表を作るのは会社ですからね。さらに言うと会社の経理の人が作る。会計士は会社の経理の人が作った損益計算書と貸借対象表をチェックするんです。はい。というのが、 まあ一口に募金と言った時のですね、募金たるものは何なのかっていう話になりますね。はい。まあちょっとま、最後まとめていくと、募金というのは、まあ会計資金前提とするんであれば、大企業がね、大企業がお金で表現可能な募金上の取引を、相関上元帳や仕訳帳に、 ね。複式簿記という技術と仕分けという言葉を用いて記録をする。これが簿記なんだ。じゃあ何のために記録するんですかっていうと、損益計算書と貸借対象を作るために日々記録を取るんですよっていうことです。はい。まあ、初じめなんでね、えー、ね、ちょっと抽象的な感じでポカーンっていう方もいるかもしれませんが、まあ、とりあえずですね、まあ、そういうものなんだなって今聞いてもらえればそれでいいです。ね。 やっぱりね、具体的にいろいろ数字を見てね、えー、問題を解いていかないとなかなかイメージはわからないと思いますんでね。はい。じゃあ、そこからいくつか補足を入れていきたいと思います。はい。簿記の種類ということで、その下、カッコの一番、えー、見てください。はい。え簿、ー、記はですね、商業簿記と工業簿記に二つに分けられますが、はい。えー、今から勉強していく商業簿記っていうのは、 まあ、科目で言ったら、会計試験の科目で言ったら、財務会計論、ね。だから、まあ、ちょっと言い方は逆ですね。今から勉強する財務会計論っていうのは、商業簿記ですよ、と。はい。で、適用業種は商業ですね。商業。商業に適用する簿記です。まあ、そのままですかね。なので、スーパーとかコンビニとかですね、え、をイメージするといいかだと思います。はい。 で、それに対して、もう一つですね、簿記の種類っていうのがあって、日照簿記も2級のグレードから出てくる、工業簿記ってのがあります。この工業簿記っていうのは、会計試験の科目で言えば、これ管理会経路に相当する、う科目の簿記なんですね。で、適用業種は製造業、メーカーですね。メーカー。だから自動車工場とかパン工場とか、 まあ何でもいいんだけども、工場をね、持っているような会社が適用する簿記これが工業簿記になります。財務会計が商業簿記管理会計は工業簿記ですね。的な商業簿記と工業簿記の違いは特に工業簿記の1回目なんかでね、お話はね、されると思いますけれども、まあ要は工業簿記っていうのは、自分で材料なんかを買ってきて、自前の工場で物を作って売りますよっていう、 製造活動が入るのが工業簿記なんですねで商業簿記のはそれないんですよもう出来上がったものを買ってきてそれを売るんですだからスーパーとかねコンビニとかって、ねまあ、今だとねプライベートブランドっていうことで自社の工場で作るっていう会社はね多いですけどもただあそういうのはちょっと無視して、ね、スーパーやコンビニがねどっかの工場でどっかの会社が作ったものを仕入れてきて、まあ、それを売るわけですよね、えー、そういう場合は商業で商業簿記が適用されると思ってください はい、まあ、そこがね、えー、この商業募金と工業募金の違いで,でこれからはですね基本的にはこの財務会計という科目は商業募金をね、えー、メインで扱っていく科目だと思ってくださいというか、まあ、工業募金はほぼ扱わないのでこれは講義で言うといつから10月の下旬ぐらいから、ね、工業募金がスタートするので、まあ、その10月下旬から始まる工業募金です、ねえー、ここからですね勉強をしていくと思ってくださいはい。 あとですねもう一つ括弧の3番またね違った種類違った角度での簿記の分類なんですが複式簿記と単式簿記っていうですね簿記の分類もありますで一般的に簿記って言ったらもう複式簿記を指すものだと思ってください一般的に簿記って言ったら複式簿記だから工業簿記も商業簿記もこれは複式簿記なんですよですか工業簿記も商業簿記も複式簿記 一般的なうのはも複式ですじゃあもう一個ねその短式簿記っていうのが何なのかね短式簿記っていうのはもう実際皆さんがですね今日初めて簿記勉強するっていう方も短式簿記やってるかもしれないんですよでそれ何かっていうと短式簿記っていうのは家計簿とかお小遣い帳これも簿記の一種なんですよだから小さい頃にお小遣い帳をつけていましたっていう方はもう簿記やってるんですよ短式簿記ですけれどもねはい ですねえー、家計簿やお小遣い帳、まあ、これはね簿記の一種なんですねただ、まあ、一般的にはねもうこの複式簿記っていうのを簿記と、ね、捉えていきますので、まあ、ここから先は要は家計簿やお小遣い帳に代表されるようなですね単式簿記はあの、まあ、基本的には気にしないというかねもう簿記っていうふうに考えていかない、ねはい、だから試験場も基本的にはもう単式簿記は出てこないんで複式簿記の話だと思ってください で、このお小遣い帳や家計簿に代表される単式簿記と、今からね、勉強していく、まあ、いわゆる一般的な簿記である複式簿記の何が違うのかっていうと、ですかお小遣い帳や家計簿っていうのは基本的にはお金が主役なんですよ。お金が主役。ですかだから、おばあちゃんからお小遣いを1000円もらいましたって言ったら、その1000円っていうところにフォーカス合ってるんですよ。 でそのお小遣いを使ってお菓子を200円分買いましたって言ってもマイナス200円ってそこに着目してるんですお菓子は買ってきたんだけどもそのお菓子にはそんな着目してないんですねですかでそれに対して複式簿記はですねお金の動き以外にも着目するんです,ここです、ね、お金の動き以外にも着目します どういうことかっていうとじゃあ企業はですね10万円で会社の事務で、ねえー、使うパソコンを買ってきましたという時に、まあ、10万円払いましたからマイナス10万あお金10万減っちゃったねともしこれ家計簿だったらその10万というところに重きを置いているわけなんですが副式簿記だと10万減ったんだけどもその10万払ってパソコンを買ってきました。 の価値ののあるるパソコンが会社の中に入ってきてきわけなんですよだから10万出ていったんだけどもその10万と等しい価値のパソコンが入ってきているっていうそのパソコン部分にもマイナス10万という現金が出ていったのと同じレベルで見ていくんですよ同じレベルでだからマイナス10万なんだけども10万の価値のあるパソコン入ってきましたねっていうそこにですねレベル感の差を設けないんですお小遣い帳や家計部はどっちかっていうと10万減っちゃったっていうそこに主軸を置いているんですよ 10万相当のパソコンが入ってきましたねっていうそこにあんまりですね、あの、着目しないんですよ。まあ、お小遣い帳だとね、なかなかパソコンっていうところまでつけないと思いますが、家計簿なんかもそうですね、家計で10万円でね、家で家族でみんなで使うパソコンを買ってきましたって言っても、まあ、10万円減ったっていうそこにですね、メインを置いているんです、家計簿は。ね、はい まあそれはね、考え方としては、ね、家計でからね、10万出して、10万相当のパソコン買ってきて、まあ10万出ちゃったけど、まあ家族みんなで使えるパソコン買ったからいいやってね、そういう考え方はね、みんな持ってると思うんですけども、ただ、まあ帳簿的には単式募金っていうのは、まあ基本お金の動きに着目してると、ね。はい。で、複式募金はお金の動き以外についても、まあそのお金と同レベルに着目していくっていう点が違うんですね。で、このね、複式募金の特徴はまた今日ね、後半、あの、見ていきます。 取引を二面的に捉えるっていうここなんですね。はい、ちょっと細マク出ていきますか。取引を二面的に捉えるんですよと。はい。では、えー、その下行きますね。ちょっとねここから本格的な学習に入っていく前のですね前提知識として、えー、用語をねいくつか覚えていきましょうということで括弧の部番会計期間とあり。 はいえー、財務会計上、まあ、会計上、ですね企業はですね半、えー、永久的に活動を行っていくということを前提とします、ねまあ、これ、継続企業の前提と。加、ね、算したりするということを前提としないんですね。で株式会社の期限。 期限っていうのはあの、ね、一番初めにね中世の頃株式会社って初めどうやって捉えられていたかっていうとまあ以前は株式会社って目的プロジェクトを達成したら解散していたんですよ。もう大昔で株式会社の成り立ち期限。なので会社を作る前の財産と目的達成して解散した時の財産の差額で会社がどれだけ儲かったのかっていう計算していたんですね。 会社を立ち上げる前に1億ありました。で、プロジェクトを達成して会社が解散しました。その時の財産が2億5千万ですよって言ったら、1億からスタートした会社が2億5千万財産を集めて解散しました。プラス1億5千万、これ会社によって儲けましたねっていう、そういう計算の仕方で経成績を会社は求めていたんですけれども、ただ、現代の株式会社っていうのは、 永久的に活動を行っていくって考えるので、始まりはあるんだけども、終わりないんですよ。終わりないんです。なので、昔みたく、始まる前の財産と終わった後の財産の比較で、企業の成績って把握できないんですね。終わりないから。そのために、会計期間という、人為的な区切りを設けた期間を設定していきます。はい。 それは成績を把握するため、ね。意図的に終わりを作っていくんです。期間、期間で、ね。会社が終わるってわけじゃないですよ。ねえー、会社が、ねえー、永久的に存続すると成績の把握ができないから、えー、どっかで区切って成績を把握しましょうっていうその区切りが会計期間です。はい。で、その区切りっていうのは私たちの生活と密接に絡んでいまして、だいたい1年なんですよね。 私たちの日常生活もまあ1年単位でいろいろ考えていきますよね。はい。で、多くの会社は、その会計期間のスタートを4月1日と置いていき、会計期間のゴールを3月31日と置いていきます。はい。で、会計期間の始まりは期首、終わりは期末です。ね。ですか会計期間のスタートは期首と呼んでいき。 会計期間の終わりは期末と呼んでいきます。はい。で、その会計期間の中、まさにね、えー、中のことを期中と言ったり、当期と言ったりします。期中と言ったり、当期と言ったりします。で、その一つ前の会計期間のことを前期、一つ後の会計期間のことを次期よく期と呼んでいきます。 まあこれはもう会計用語だと思ってください。私たちの日常生活では、一年前のことは、まあ多分多くの人は、去年って言ったりすると思うんですよ。今のことは今年って言ったりね。で次のことを来年とか再来年って言ったりするんですけども、一般的に会計ではそれ使わないです。前期、当期、時期、翌期。だからまあ論文式試験になると、 回答を記述しますが、その中で、去年はとか、来年はって言ったら、まあこれ正直減点されるかわからないですけども、すごく答案は幼稚に見えるんですよ。はい。で、まあこれはもう慣れるんでね。多分論文を受ける頃になれば、去年とか今年とかって使う人はもういないと思うんですけどね。まあ私も論文のね、その当連といって、まあテストみたいなものの採点をね、あの、やっているんですけども、まあさすがにその今年とか去年っていう言葉を使う人は、ほぼ見たことがないですね。 そのうっかりちょっと出ちゃったみたいなのはたまに見ますけども、えー、それはもう明らかにこれはなんかミスだなみたいな感じで、ねえー、見受けられるので、はいまあ、この言葉はもうすぐ慣れていきます。ねはいですね、なのでまあ多くの企業は4月1日が機種で3月31日が期末ただこれ絶対じゃないんですよ。 あの、多くの企業はっていうだけだって、別に5月1日スタートの4月30日ゴールとかっていう企業もありますし、別に6月1日スタートで5月31日ゴールっていう企業もあるので、あの、まあ、これは絶対じゃないんですよと。一般的には、ま、これが一番多いです。はい。なので、会計士はですね、3月31日で、えー、占められた財務諸表をですね、経理の人が作り、その後に監査に入るので、忙しいのは4月5月なんです。ね。ここで会社がね、1年間終わって。 で成績をまとめますよということで、まあ、この報告書ですね貸借対照表と損益計算書を、まあ、ここで会社の経理人が作りますからそれをチェックします4月のまあ10日ぐらいから、まあ、5月の末ぐらいまでは一番の繁忙期ですはいまあこれがね、えー、会計用語になりますだからまあ、ね、一応この後勉強を進めるにあたって必ず知っていなければいけない、えー、言葉だと思ってください はいでちょっと前半長くなりますが、もうちょっとだけ、すみません、やっていきます。2ページまで終わったら、ちょっとね、えー、休憩しましょう。じゃあ、ここまでね、簿記とは何かっていうところを見ていきましたが、簿記の最終目的っていうのは、この1ページで見た通り、損益計算書と貸借対象表を作る、これが簿記の最終目的でした。はい で、こっからはですね、まあ、その募金の最終目的である、損益計算書と貸借対象表、これをですね、ちょっと詳しく、えー、見ていきたいと思いますので、次のページですね、見てください。えー、2ページに貸借対象表について少し詳しく書いてありますので、はい、ちょっとこちらの方をですね、えー、進めていきます。はい。ですかね。えー、耐対,対象表、一応、意義。 マーク入れていきます。まあその意気を暗記する必要はありません。一定時点における企業の財政状態を資産負債純資産によって表す財務諸表はい。で前のページでもねちょっとマークしましたがこの財政状態っていうのがどれだけ財産あるんですかっていうことなんですね。どれだけ財産あるんですかと。 はい、だからどれだけ財産があるのかっていうことを示す成績表ですこれ一番最後の財務諸表というのがこれ成績表のことですはい財務諸表っていったらもうね成績表だと思ってください、まあ、成績表の総称みたいなものですね はい。で、この貸借対象表っていうのはどれだけ財産持っているんですかっていうことを示す成績表なので、ちょっとね、2ページの下というかね、真ん中ぐらいに、ちょっと数字が入った貸借対象表があると思うので、ちょっとこちら見てもらいたいんですね。数字が入った貸借対象表。まあ、これ実際のものと限りなく近いですが、ただあまりにも項目が少ないのでピンとこないと思うんですね。えー、これ貸借対象で、これどう読むのかっていうと、これ現金100万って左側に書いてありますよね。 そしたらあこの会社って現金百万円持ってるんだと、ね、一応会社ま会社の名前が L 社、ね、で日付が令和まあバツ年これはまあ本物だったら令和四年とかって入るわけですね令和三年とかね三、えー、月三十一日、ね、はいまあ、令和バツ年三月三十一日の L 社の財政状態 現金100万円持ってますね。とかね。土地500万って言ったら、あ、500万の価値のある土地持ってるんですね。で、右側に行くと、借りれ金550万。借りれ金って借金のことです。えー、ただ借金も550万あるんですね。みたいなね。えー、か財産。まあ、これはですね、マイナスの財産である借金も含めて、えー、その状況を記載していくような報告書になります。はい。 でこの会社の財政状態を示す貸借対象表をですね少しこう概念的に表したものが上のですねものになりますこのですねはいでこの貸借対象表というのは3つの部屋三つの部屋三つの部屋に分かれておりまして1つが資産の部屋これ左側左側資産の部屋 はい。で、右側は上下に分かれるんですよ。右側は上下に分かれていて、右の上は負債の部屋。で、右の下が純資産の部屋。この3つの部屋に分かれております。ですかで、まず左側からいきますね。左側の資産の部屋には、これもらったら嬉しい会社にとっての財産。 こういったものを全部入れていくんですね。ですかだから、まあ、土地もね、財産ですよ。まあ、現金が財産なのもそうなんですけども、土地も財産です。あと、建物とかもそうですね。会社が、そういったね、えー、現金以外にもね、財産ありますから、そういうのを持っていったら全部、この貸借対象表の左側の資産の部屋に入れていくんですね。はい。えー、まあ、この部屋の中にはね、具体例として商品って入ってますよね。 商品だって、これ会社にとっては売り物。でもそれも財産ですからね。お金を払って買ってきた財産ですから、こういうのも資産の部屋に入れていきます。で、実際は下のね、金額が入った貸借対象表のように、金額をこうね、実際は入れていくんだと思ってください。いくら分の現金があるのか、いくら分の商品があるのか。えー、備品っていうのは会社のね、パソコンとか、え、事業活動に使っていくものです。 はい、またこの辺りも後で説明していきますけれども、まあ、いくら分の備品があるのかとか、ねえー、そういうのを左の資産の部屋に入れていきます。でこの右側右側の上はですね負債の部屋で負債というのはもらっても嬉しくない後で返さなければいけない義務、まあ、要はね返済しなければいけないようなものがあればこれは貸借対照表の右上の部屋に入れていくんです。 もらって嬉しくない、あとで返済しなければいけないようなものがあれば、貸借対照表の右上の部屋に入れていきます。はじ、いまあ、めは、ですね、まあ、この負債の部屋に入るものは、もう本当に借金、僕ではそれ、借入金と呼びますが、借金、ね、これを入れていくんだと思ってください。だからまあ下見てもね、えー、これ借入金、借金が550万ありますねって、あの右上に入ってるんです。一、まあ、本線入れると分かりやすいと思います。ちょっとね、入れちゃいましょうかね、ここですね。 この二ページの対借対照表は右側にはですね、まあ部屋が上下に並んでいるんですが、あの線は入っていないんです。この上が不採の部屋です。不採の部屋。で下、そのまま書き込めてしまいますね。えー、右側の下はジョンシさんの部屋。 になります純士さん、うん、まあこの純士さんっていうのはですねつかみどころがない部屋なんですよ純士さんの部屋はい純士さんの部屋ですかまあ負債の部屋にはね 返さなければいけない義務的な借金なんかを入れていくっていうのは分かったと思いますけども、純資さんの部屋には何を入れていくのかっていうと、はい。純資さんっていうのはですね、これ詳しくは本論編に入ってからやっていくんで、まあ現状あまり気にしなくてもいいんですけど、純資さんっていうのは企業に最終的に残る財産を示す部屋だと思ってください。企業に最終的に残る財産。 で、基礎編では基本2つだけ押さえてもらえればいいんで、そのうちの1つがこの資本金というものになります。資本金っていうのは、だって準備した元手なんですね。元手。まあ、要は準備金だと思ってください。会社をね、スタートしますよっていうことで、始める元手部分。これを資本金と呼んでいきます。 会社をスタートするにあたって用意した準備金。これを資本金と呼んでいきますが、その資本金は、ちょっとよくわかんないけれども、貸借対象表の右下の純資産という部屋に入るんだって思ってください。はい。ね。まあ以上、貸借対象表は、左側が資産の部屋、右側の上が負債の部屋、 右側の下が純資産の部屋で、三つの部屋に分かれて。それぞれ該当するものに関して、部屋分けを行って、記入をしていくと。はい。で、休憩前、最後、ね、この対借対照表、今ですね。右側とか左側って言っていきましたが、実は募金にはルールがあって。右側のことを、ええ、これ貸し方と呼んでいきます。 貸し方で、で左側のことをこれ借り方で読んでいきます。貸し方借り方、はい、から左側がね、えー、資産の部屋なんですが、母期的に言うのであれば借り方側が資産の部屋。 右上が負債の部屋なんだけれども、まあ、墓地的に言うのであれば、貸し方の上が負債の部屋、貸し方の下が純資産の部屋と、貸し方の下が純資さんの部屋という言い方になります。で、まあ、借方貸方、貸し方ね、要は、えー、左が借り方、右が貸し方っていうのは、まあ、すぐになれるんですけれども、まあ、一応、一般的方としては、ですか はい大体、簿、ま、記、あの講義だとです、ね、8割方、9割方はです、ね、こういう話を、まあ、どの簿記の講義でもです,、ねえー、するんですけども、はい、借り方、貸し方というのは、まあ、借り方はこの利の払いが左に向かっているから左借り方で、ね、貸し方側は死の払いが右に向かっているので右貸し方だみたいな覚え方を、まあ、あの一般的にはすると。はい まあ、別にこれ私が考えたっていうわけじゃなくて、まあ古くから誰が考えたかわからないですけれども、えーまあ、大体どの本にもどの講義にも、ね、これは載っているんで、一応紹介だけさせてもらいます。ね、ただもうすぐなれますから、ね。左借り方、右貸し方、ね。すぐなれます。はい。ということで、募金の最終目的の一つである企業がどれだけ財産があるんですかっていうことを示す成績表である貸借対照表をね、あの、ちょっと見ていきましたよということです。はい。 前半ねちょっとだいぶ長くなってしまいましたがここで一旦10分程度ね休憩をとって、えー、後半、まあ、今度損益計算書の方ですね見ていきたいと思いますはい、えー、それではですね前半は以上になりますお疲れ様でしたはい、えー、それでは入門講座管理会計論の第1回目の講義ですね始めていきたいなと思います、まあ、今日から講義担当します二宮ですよろしくお願いします とりあえず今日はね、この序章からまず始めていきたいと思うんですけど、まあ、管理会計論創設というところですね。も、ま、う、あ、これはもう触りの部分だけ、もう簡単に見ていくようなイメージになりますけども。ちょっとゼロの2ページですね。こちらの、括弧二2番の企業会計というところですね。ここまあ見ていただければと思うんですが、ちょっと堅苦しい話で申し訳ないんですけど、 ま、この企業が行う会計っていうのは、基本的に財務会計と管理会計に大きく2分野に分けることができます。まあ、今皆さんが勉強している財務会計とこれから勉強していく管理会計ですね。まあ、何が違うのかっていうと、財務会計っていうのはこれは企業外部の利害関係者に経済的な情報を提供する会計であると。 企業外部の利害関係者、具体的には株主とか債権、まあ、者っていうところが、まあ、代表的な利害関係者として挙げられますけれども、まあ、この株主とか債権者に対して、まあ、財務諸表っていうのを提供していく。まあ、それが財務会計の目的なんだと。で、一方管理会計っていうのはこれ企業内部、中の話になってきますね。企業内部の経営管理者に まあ経済的な情報を提供する会計ですよと、まあ、企業中の経営管理者っていうのはまあ経営者っていうふうに、まあ、この管理っていう言葉を飛ばしてもらっても別に構わないんですけど、まあ、経営者に必要なな情報を提供していく会計なんだと、まあ、企業の経営っていうのを行っていこうと考えたときにいろんな情報がないとね判断をすることができないんで経営者は。 その経営者の判断に必要な情報を提供するっていうのが管理会計の役割であると、まあ、そういうふうに考えてくださいちょっと雑な表現ではありますけど財務会計よりも必然的に提供される情報っていうのは細かくなるんですよ 財務会計っていうのは会社全体の例えば売上高がいくらでしたよっていうのをこの損益計算書に表示をしていくわけですけれどもこの管理会計ではこの A 製品の売上がいくらで B 製品の売上がいくらでっていうふうにこの製品別の売上であったりだとかあるいはこの 関東の地区では売り上げいくらとか、関西の地区では売り上げいくらとかですね、そういった地域別の売り上げとか、まあこういう細かい情報っていうところを経営者に対して情報提供することによって、まあ経営者はどの製品にこれから力を入れていかなければいけないのかとか、あるいはどの地域に力を入れていく必要性があるのかっていう、そういう経営判断をしていくことになるんですね。財務会計よりも少しね、そういった詳細な情報っていうのを管理会計では作り込んでいく、そういうイメージで捉えてもらうといいのかなと思います。はい。 でちなみに、この利害関係者っていう言葉が、ね、出てきていますけど、この1ページのところ、ここにまあ会社を取り巻く利害関係者、まあ、代表的な、まあ、登場人物ですね、例として挙げていますが、まあ、ここなんかはまあ一読しておいてもらうといいのかなとは思います。まあ、別にこれが試験で問われるとかではないんですけどね、一応この1、2ページぐらいはね、総論的な内容として読んどいていただきたいところではあります。はい で、あと、ちょっと追加で書いといていただきたいのが、まさしくこれから皆さんが勉強していく内容なんですけども、あの、これから先しばらくは、まあ、原価計算って呼ばれるものを勉強することになります。原価計算。まあ、先ほども担当の試験は原価計算分野と管理会計分野に分かれるって話をしたかと思いますが、まあ、皆さんはその原価計算と呼ばれる計算の手続きをこれからしばらく時間をかけてやっていくんですけど、 その原価計算というのはこの管理会計と何の関係があるのかというとまさしくこの管理会計の定義で登場する企業内部の経営管理者にこの経済的な情報を提供するって書いているわけですがこの経済的な情報というのは原価計算によって作っていくんですね。 まあ原価計算にによっててここの情報を作成していくことになります。まあどのような計算を行っていけば経営者が必要な情報を提供することができるのか、まあ、それを考えていくっていうのがこの原価計算の学習ということになりますね。 まあ、とりあえずね、これからやっていくその原価計算というものが、まあ、管理会計というものと、まあ、どういう関係があるのかというところを簡単にちょっとメモを取っておいていただいて。で、もうこれ以上はね、第1節については見る必要性もありませんので、まあ、この3ページとか4ページ、5ページっていうのはもう全部飛ばしていただいて結構ですんで、無視をしてください。でも、7ページから始まる第2節工業簿記っていうところから、 見ていきたいと思うんですけど、まあ今日のメインテーマにもなりますね、工業簿記っていうのは。で、まあ皆さんはね、今、その財務会計、まあ、商業簿記っていうのを勉強していることになるんですけども、まあ、ここまた色分けしておいてもらえればと思うんですが、7ページの括弧一番、商業簿記っていうのは商品売買業を営む企業の簿記ですよと、まあ、商品の売買業。 まあよくある例えですけどね、この八百屋を例に挙げていますが、まあ、商品を仕入れて、仕入れた商品をお客さんに販売すると、まあ、これ、商品売買業、まあ、こういう言い方をするわけですけども、まあ、この商品売買業を営む企業の簿記がまあ商業簿記であると、これ、皆さん今、勉強していますよと。で、一方の工業簿記っていうのをこれから勉強するんですけど、これは工業ですね、工業。まあ、製造業のことになりますけども、 工業簿記っていうのは工業特に製造業を営む企業の簿記ですよと、まあ、製造業の簿記まあいわゆるメーカーですねメーカーメーカーが実践していく簿記を勉強するのが工業簿記の学習ということになります ものを作ってる会社ということになりますけども、まあ、さっきの商品売買業と決定的に何が違うかっていうと、もう単純に、ものを作ってるかどうか、製造活動っていうのを会社の中で営んでるかどうかっていうところなんですね。まあ、企業内部で製造活動が行われていると。まあ、これは取引なんですよ、取引 簿記的な表現を使うと、製造活動っていうのは会社の取引に他ならないので、この取引を記録するっていう手続きを取っていく必要性が出てくるんですね。それがまさしく工業簿記と呼ばれるね、分野になってくるんですけど、もう基本的なルールは商業簿記と何にも変わりません。左が借り方、右が貸し方、資産が増えたら借り方に、売上収益が増えれば貸し方にね、形状していくとかっていう、その辺の基本的な簿記のルールは何にも変わるところはありませんが、 ただ違うのは、この製造活動特有の勘定科目っていうのが登場することになりますんで、商業簿記では登場しない勘定科目として、まあ、この下に具体的なものが示されているんですけど、まあ、こういうね、まあ、総勘定元帳が簡易的なものが示されていますが、まあ、材料勘定とか、まあ、労務費の勘定、経費勘定とかですね、 あるいはこの鹿り品勘定とい読み方をするんですが、また後ほどね、ご紹介はさせていただきますが、これ鹿り品とい読み方をします。鹿、ま、り、あ、品勘定や製品勘定、まあ、こういった工業簿器特有の勘定科目っていうのが存在しますので、まあ、これをしっかりと、あのー、使い分けができるようにしていくっていうのが、まあ、今日の一つの目標になってきます。はいまあ、そんなに難しい話ではないのと、 勘定科目もそんなに多くは登場しませんのでその辺はご安心くださいもうとにかく覚えることはね管理会計は少ないんで、まあ、そのいかにね理解していくのかっていうところが重要にはなってきますで次の9ページ工業募金の特徴っていうのが括弧3番に書かれていますがこれも1点だけマーカーでチェック入れておいてください月次決算っていう部分だけチェック入れておいてもらえれば OK ですもうそれ以外は無視でいいですね まあ財務会計はね、基本的に年次決算になりますけども、まあ、工業簿記ではこれ、月次の決算を行うことになりますよと。だから、月ごとに帳簿の締め切りみたいな作業も発生すると思ってください。もうそれ以外は無視してもらって構いませんから、まあ、その月次で一旦ね、帳簿の締め作業なんかが行われると、まあ、そういう認識で見てください。でもどんどんいきますけど、 10ページですね。まあ、工業簿記と原価計算の関係性ということで、まあ、ここはね、結構大事なことが書かれていて、まあ、この工業簿記と原価計算っていうのは何がね、まあ、どう関係してくるのか、いまいちね、言葉の整理がやりづらいところかもしれませんけど、まあ、この原価計算っていうのは、何をやっていくのかっていうと、まさしくね、その製造活動においてね、いくらの取引が発生したのかっていうのを計算していくんですよ。 というのも、その商品売買業とかだと、外部との取引がが、ね、発生するだけなんで、まあ、その外部から100円で仕入れてきました、これを150円で売りましたよというところで、外部との,その契約に基づいた、ね、取引が行われるんで、まあ、その金額っていうところが、そういった契約に基づいて、ね、あの決まっているものになりますんで、自分で計算する必要性がないんですけど、この製造活動っていうのは、会社の中で行われる活動なんで、例えば、100万円分の材料を買ってきましたよと。 で、この材料っていうのをいくら使ったのかとかを自分で計算する必要性があるんですよ。100万の材料を買ってきて80万円分使いましたよとか、20万円分は月末に残ってますよとかっていう、こういう計算を自らやっていく必要性があると。その計算っていうのはまさしくこの原価計算と呼ばれる手続きによって進めることになるんだと。だからまあ、覚えておいてもらいたいのは、原価計算の結果を まあ工業簿記上の仕分けとして表していくっていう関係なんですよ。原価計算の結果を簿記上の仕分けとして表していく。それが工業簿記なんだと。まあこう書いときましょうかね。あの、原価計算っていうのは仕分けに必要な 仕分けに必要な数値を作ると原価計算の結果を工業簿記上の仕分けとして表していくこういう関係性にあるんだと思ってください。 次の2番のところに原価計算の基本的な手続きというところが示されていますけどもまずそもそも原価っていうのはこれ何ぞやというねまたちょっと堅苦しい話で申し訳ないんですがまあ原価って何というところなんですけどもまあこれはね大きく分けると2つに原価っていうのは分かれましてあのこの製造原価って呼ばれるものと製造原価それと 販売費とか一般管理費っていう原価に分かれると。製造原価と販管費ですね。ちょっとここも色分けしておきましょうかね。この太字のところ。製造原価と販売費及び一般管理費ですね。まあ、販管費っていうのは財務会計でも出てきてるかと思いますけども、製造原価と販管費が原価をね、大きく2つに分けた時のお話と。 まあ、原価っていうのはねあの割と一般的な言葉としても使う場面あるんじゃないかなと思いますけどあの「いくらお金かかってるのか」って意味ですよ簡単に言うといくらののお金がかかってるのかとまああんまり皆さんこんな表現使わないかもしれませんけど、まあ、これどうなんですかね私ももはや会計士の勉強とかを始める前のことをちょっと思い出せないぐらいの感じなんですけど。 会計試験の勉強してたからそういう発想になるのかわかんないんですが、なんか飲食店とか行った時に、ちょっとなんか原価率の高いものを食べようかなみたいな。あの、同じこれ A 定食と B 定食で同じ1000円なんだけど、A は明らかにこれ原価高いなとか、B はちょっと原価低そうだなとかっていう、まあそんな感覚でなんか定食を選ぶ人いないですかね。なんかまあ管理会計とか勉強してるとね、そういう原価率とかって言葉がやたら出てきますので、まあその原価がどうなってるのかっていうのがなんか、 無意識のうちに結構考える癖がねついてしまっていると言いますか、まあ、あんまりそんなせこいこと考えないかもしれませんけど、まあ、同じ1000円だったら原価率高い方を選んだ方が得だなぁみたいなね、まあ、そういうような感覚があったりはするんですが、まあ、いくらお金かかっているのかって話ですね。はいまあ、製造にいくらお金かかったのかを示しているのが製造原価で、販売活動とか、あるいは会社全体の管理活動ですね、一般管理活動。 会社全体の管理活動にいくらお金かかったのかっていうのを示すのが販管費ってことになります。で、この製造と販売及び一般管理、これらにかかったコストの合計が総減価って呼ばれるものになります。総減価。これも色分けしておいてください。総減価。もうここ以外だとしばらくね、総減価って言葉は登場しなくなりますんで、あの結構忘れがちな言葉になるんですけども。 製造価価価と費のの合計をを総原価って言い方をしますす、まあ、トータルの原価ですよ物を作って販売するっていうのがこれ物づくりの会社が成りわいとしていることですんで、まあ、そのお客さんに物を届けるまでにトータルでいくらかかったのかっていうのを表しているのが総原価ってことになりますね、はい、でこの総原価を売上高から引いたものが最終的な会社の利益になっていく、まあ、営業利益になりますよっていう話です。 まあ、利益って書いてますけど営業利益ですねこれは厳密には、まあ、利益にはね売上総利益とか営業利益とか経常利益とか純利益とかさまざまありますけど売上から総減価引いたものは営業利益になりますねはい。 まあ、とりあえず原価はねこういう製造にいくらかかったのかっていうのと販管費、まあ、こういった販売とか一般管理にいくらかかったのかっていうこの2分野に分類することができてトータルで総原価って言い方をするんだとこれを覚えておいてください。でこれから皆さんが勉強していくのは基本的にこの製造原価の計算をいかにどういうふうに進めていけばいいのかってところです。 販管費については正直あんまり計算求められることが稀というかね、あの特別な勉強しなくても計算はできますんで、販管費の学習っていうのはほぼいらないんですけど、まあ、この製造原価をどう計算するのかっていうのをこれから見ていくことになります。で、それがこの11ページの上のところ、製造原価って呼ばれるものを細かくさらに分けていくと、まあ、この3つに分類されると、材料費と労務費と 経費っていうこの3つですね。材料費と労務費と経費。まあ物を作っていくにあたってね、まず材料が必要ですよと。まあ、材料費かかりますと。で、そういった従業員に働いてもらう、労働力の提供を受けますから、労務費っていうのがかかる。で、この材料費とか労務費でもないものを、この丸の2番に書いてますけど、経費って言い方をします。経費。材料費でも労務費でもないもの。 もう雑多にね表現したものになりますけど経費とでこれちょっと覚えておいてほしいのが1番の「形態別分類」というこの原価の分類基準ですね、まあ、原価を分類する方法として形態別分類っていうのが出てきますよと製造原価の分類方法として形態別分類これが一番基本的な原価の分類方法になります 原価っていうのはこういった材料費、労務費、経費に分けて計算をしていきましょうと言ってるんですね。まあ結構難しい言葉になりますけど、まあ、これは簡単に言うと何を使ったのかっていう何を消費したのか、まあ、そういう観点から行われる分類方法になります。 何を消費したのかかっていう観点から行われる原価の分類ですね、まあ、その材料のような物理的なものを使ったんだったら材料費だし従業員の労働力を使ったんだったら労務費だし、まあ、それ以外の例えば水道光熱費、まあ、水道とかガスとか電気とか使ったんだったら経費ってイメージになりますね。はい 何を使ったのかという観点から行われる原価の分類が形態別分類と呼ばれるものになりこれが一番基本的な原価の分類方法になりますあのまたね後々勉強していくんですけども原のの分類の方法ってたくさんんんあるでですすよ。よ。一つじゃないんですよこれが一番基本的な分類なんですけれどもこの他にもたくさん原価の分類っていうのはあって。 あの何でもそうなんですけど何かを分類しようと思った時にいいろんんなな観点から分類っていうのは可能なんですよ例えばこのクラスにあの今ねあの講義にご出席いただいている方たちを分類しようってなった時に性別で分類する方法もあれば年齢で分類することもできますしあるいはそういった会社員なのか学生なのかとかっていうそういった属性で分類することもできますから、まあ、いろんな観点からね一つのものに対して分類を行うことができるというところで。 まあ原価についてもこういった形態別分類の他にもですねあのいくつかの分類方法があると思ってくださいただまあこれが一番基本となる分類なんで一番初めに示していますで簡単な説明がねもう11ページの下にありますがまあこんなん別にもう一回見たら終わりにしてくださいあの復習するときももう見返す必要性もないですまあ原価の形態別分類でまあこの景気工場を営む L 社で当月に発生した費用っていうのが次の通りであったと で以下の資料に基づいて当工場の費用を携帯別に分類集計し必要な仕分けを行った上で勘定記入しなさいということでこの仕分けについてはねまた後で勉強していきますからこの2番は一旦無視してもらって構いませんというかまあこの説明も本当に今この講義の時間で見ているだけでもう復習の時に見る必要性ありませんので、まあ、材料費、労務費、経費に分類されるのが具体的にどういったものかっていうイメージをつけるための、ね、説明だと思ってください で資料に一応9個ね、ひ目が示されているんですけど、材料費にこのうち分類されるのは、この卵と、あとまあ牛乳と、あとは小麦粉か、まあ、小麦粉で、この20万足す15万足す3万、この合計の38万が材料費ですよっていう、まあ、こういう計算をやっていきましょうと。非常にまあ雑な説明ではあるんですけどね。 で、労務費については、上の中の日目だと、このパティシエの賃金っていうところがね、まあ、人件費として発生していますので、まあ、この40万が労務費ですと。で、この材料費でも労務費でもない、それ以外のもの、この電力とかガス代とか交通費とか保険料とか電話料金とか、こういったものは全部雑多にまとめて経費17万というふうに分類されますよと。はい、ただ、そんだけです。もう一回見て終わりにしてください。 でまあ、実際の本試験はねこんな簡単な問題出てきませんので、あの実際の本試験の具体的なイメージとしては、今の卵の20万とかって金額がありましたけど、ああいったものを自分で計算する必要性があったりするんですよ。卵の20万とかパティシエの賃金40万とかありましたけど、これを自分で計算した上で集計するっていうのが、実際の本試験の問題というイメージになってきます。はい、また、この講義の中でも、あの適宜、あの各分野ごとにですね、あの 本試験の問題っていうところをね、ちょっとご紹介して、まあ、なるべく入門期のうちに、そういった本試験問題に触れるってことはやっていただこうかなというふうには考えていますので、まあ、今日はね、あの、まだ本試験の問題っていうのは特に用意はありませんけど、また次回以降からですね、あの、進んだ範囲に対応する本試験の問題で、ここは解けますよっていうのはね、ご紹介していこうかとは思いますんで、まあ、それとかもね、ちょっとまた次回アナウンスはしますけど、復習するときにね、あの、見ていただければなとは思いますね。はい。というのも結構その、 管理会計っていうのはあのもう昔から変わらないんですよ。範囲とかもほとんど変わってないですし何か基準の改正とかがある科目ではないので極端な話別に20年前の本試験の問題とかが今の試験に出てきてもおかしくなかったりする科目なんですよ。で割と過去の試験の焼き直しみたいな問題っていうのがよく出てくるのであのなるべくね その過去問とかに触れるっていう作業はねやっていただきたいなっていうふうなことは思ってはいますのでちょっと講義の中でねそういったものは必要に応じて配っていこうかとは思いますはいでまあとりあえず次の13ページ移っていただいて、まあ、製品との関連による原価の分類というねまた原価の別の分類の基準になってきますけど、まあ、ここもねあのしっかり今日の講義で押さえてもらいたいんですけど こののの製品との関連による原価の分類ですね。まあ、どういう分類方法なのかと、まあ、会社の中では製品を作っているわけですけどもこの製品との絡みで原価をどう分けるのかこちらの太字になっているところ直接費と間接費に分かれるっていうことがかなり重要ですんでねここを押さえてください直接費と間接費に分かれる。 直接費っていうのはこれは何かっていうとその資源がどの製品のために費やされたのかをはっきりと確かめられるものというね非常にまあ難しい定義が示されてるんですけど、まあ、資源っていうのは材料とか労働力のことになるんですけど、まあ、材料とか労働力といった資源がどの製品のためにいくら費やされたのかがわかるそれが直接費なんだと。 逆に分からないのは間接費になるんですね。間接費。その資源がどの製品のために費やされたのか分からないと。<laughs> まあ一応、具体例は、ね、コラムにも書かれているんですけど、まあちょっと具体、別の具体例を示すとするならば、今、私が使っているこの黄色のラインマーカーと、まあ、赤のラインマーカー、まあ、これ、同じ会社が作っていますよと、同じ工場の中で作っていますと。 で、この黄色のラインマーカーと赤のラインマーカーですね。それぞれを作るのに、これプラスチックっていう材料が使われているわけですよ。プラスチック。で、このプラスチックが1本あたりどれだけね、消費されているのかっていうのは、これまあはっきりと調べればわかることなんですよ。まあこれ1本あたりのプラスチックっていうのがどれだけ使われているのかっていうのは、そんなに調べるのは難しくなさそうですよね。まあこういったものはまさしく直接費なんですよ。とか、あるいは、あのー、この、 マーカーの中に入っているねバネとか、まあ、そういったものについてもこれは直接費っていうようなくくりになってくるとある製品を作るのにねいくらかかったのかっていうのが分かる原価については直接費になるんだと思ってくださいで一方間接費っていうのはどういうものかっていうと、まあ、この黄色のマーカーと赤のマーカーっていうのは同じ工場の中で作られてるんで工場の建物の原価償却費とかっていうのはこれまあ一応製造原価にはなるんだけれどもでも 黄色のマーカーにいくらかかっていて、赤のマーカーにいくらかかっていてとかっていうことは把握することができないんでね。こういったものは間接費なんだと考えてもらっていいですね。あと、光熱費とかもそうですね。基本的に間接費っていうくくりになってくると。工場全体でいくらってことは分かってもね、各製品にいくらかかったのかっていうのはこれ確かめることが難しいと考えられますんで。まあそういうものをね、間接費っていうようなくくりで捉えていくんだと。まあそういう、まあ、認識で、まあざっくりで構いませんからね。 直接費、間接費っていうのを簡単なイメージ持ってもらうといいのかなとは思います、はい、あるいはもっと身近な例で言うとあの製品作るっていうのがちょっとねすごい縁遠どい話に思,える思うようであればね、まあ、家で料理するって考えてもらうといいかと思うんですけども、まあ、皆さんが料理をしましたと、まあ、カレー作りましたよとでそのカレーを作るのにかかった材料費なんていうのはこれまあ基本的に直接費にはなるわけですよね。 まあそういったニンジンがいくらとか、あるいはジャガイモがいくらとかですね、カレーのルーがいくらとかっていうのは、これ別に計算することができるわけですから、まあカレー一杯分作るのにいくらかかったのかっていうのがわかるのが直接費。一方、間接費としてはそういったカレーを作るときにかかったね、そういった光熱費ですよ。あるいは家の家賃とかもね、含めてもいいのかなと思いますけど、まあそういったものはカレーを作るのにいくらかかったのかわかりませんからね、まあ間接費っていうくくりで見ていただくといいかなというところです。 でちょっとややこしいのがさっき見たその携帯別分類って呼ばれるものとこの製品との関連による原価の分類っていうのは関係性があってそれがこの下のところ真ん中のところですね原価というのは携帯別分類によって材料費労務費経費に分かれるわけですがこれさらに製品との関連による原価の分類で直接費と間接費に分かれるわけですけどこの直接材料費 直直接接労務費直接経費経、まあ、これが直接費で間接材料費間接労務費間接経費これが間接費ってことになります。まあ、こういうね両者原価分類の関係性がありますんでここはねしっかりと今日の講義で。 押さええてもらえればなと思います直接材料直接労務費直接経費これらを合わせて直接費って言い方をして間接材料間接労務費間接経費の合計が間接費って言い方をするとまあ厳密にはねこれあの製造直接費とか製造間接費っていうこの製造っていう枕言葉がつくことがございますので。 一応括弧しててて製造って言葉を書いておいいくださいこれ結構その単に間接費って言われたら分かるんだけど製造間接費って言われた瞬間に何かなみたいな感じでね同じことを指してる言葉なんですけどあの途端にねちょっと分かんなくなるって方がいらっしゃいますんでそこは気をつけてください単に製造って言葉をつけてるだけで同じ意味ですね そしてこの直接費とか間接費とかっていう原価の分類がこれから見ていく原価計算において何がどう関係してくるのかってところなんですけどこれまあすごく重要な意味を持ってくるね原価の分類方法なんですがこの原価計算の手続きが直接費と間接費だと違うんですよ。それが13ページの下に記載があるんですけどこの直接費っていうのはこれは 製品に対して直接集計することができて、これは直下とか負荷っていう手続きを取ることになります。直接費に対しては直下あるいは負荷と呼ばれる手続きを取っていきます。その製品に対して直接負担させることをね、直下とか負荷って言い方をします。で、一方、間接費っていうのは配布です。配布。 間接費っていうのはこれ一番最後に出てきますけど、配布という手続きを行って各製品に対して原価を負担させるっていう計算を行っていくことになります。まあ、例えばですけどね、あのまあ、このクラスでみんなで定食屋に行きましたよと、で定食屋行ってその A さんはまあなんとか定食を頼んで B さんはなんとか定食を頼んでっていう形でみんな好きな定食を頼みましたと。 で、あとでお会計の時に、まあ、トータルで1万円かかってますと。で、内訳として、まあ、この定食はいくらで、この定食はいくらでとかっていうレシートがあるわけですけども、あの、各々がね、自分が食べた定食の料金を負担していくっていうのが、これ直下なんですよ。まあ、自分はこの定食を食べたから1000円払います。自分はこれ定食食べたから800円払いますっていうのは、まあ、これまさに直下という手続きを行ってるんですね。まあ、皆さんが製品だと思ってください。まあ、製品みたいなものなんですけど、あの、製品だと思ってもらって、 まあこの製品にいくらかかったかっていうのが分かっているコストについてはその製品に負担させようっていうのが直下なんですよで一方の配布っていうのはこれ割り勘していくってイメージなんですね割り勘何かを基準にして割り勘していきましょうっていうのが配布なんですよ何か基準を設けて割り勘をしていきましょうと、まあ、一番オーソドックスなのは10人で参加して1万円かかってますと1人当たり1000円払っていくっていうのがこれが あの、まあ、配布計算なんですよ配布計算普段皆さんがやってるっていうのはこれ配付という計算手続きを行ってるんですねそしてねこの原価計算っていうのはこの配布という計算をいかに正確に行うのかによってね その計算全体の正確性っていうのが決まってくるんですよ。ちょっと難しい言い回しになりますけど、この配布をいかに正確にできるかっていうのが原価計算のポイントになってくるんですね。というのも、直下っていうのはもうこれ以上正確な計算っていうのはできないわけですよ。あなたはこの金額負担しましょうとかっていうね、こういうような会計っていうのはもうこれ以上正確な会計の方法ってないじゃないですか。一番公平だと思うんですよ。自分が食べた分だけを負担していくっていうやり方なんでね。でもこの配布っていうのは、 あのそういった人数とかを基準にしてしまうとすごい不不正確なな公平な計算をやってしまう可能性があるんですよね自分はその800円の定食しか食べていないのに全体で1万円かかったから1人当たり1,000円負担するっていうのは800円しか頼んでない人にとってはねそれってすごく納得のいいかなな計算になっちゃうんでね、まあ、そういった人数で配布をしていくみたいな計算っていうのは不正確な計算を普段やってることにはなるんですね。 まあこれがね、居酒屋とかで飲み放題プランがついてますとか、初めからコース決まってますとかでね、その参加人数によってね、金額が決まってきますよみたいなケースだったら別に人数を基準にしても関係ない、あの間違いはないんですけど、あの自分たちで好き勝手にね、あの食べたいもの、飲みたいものを頼むっていう形式で頼んでいくと、まあ、たくさん食べた人はね、まあ、こういった人数で割ってもらうと得をするし、あんまり食べてない人っていうのは、人数で割られてしまうと、まあ、なんか割を食うような感じになってしまうんですよね。 だからまあ、原価計算においてはね、この配布という計算をどう正確に行っていくのかっていうのが、とにかくポイントになってくるんだと。はい、えー、それでは、監査論の担当入門講座第一回目の講義を始めていきたいと思います。えっ、ー、と、担当、担当はレックス専任講師草加と言います。よろしくお願いいたします。 そんなところでまたあの私の場合はねその実務もやってますのでえっと監査論ではその実務の話とかねちょっとなるべく分かりやすくえ伝えながらあと勉強法とかもそういったことは適宜あの言っていきますので参考になる方は是非参考にね今の勉強ももちろんいろんなあのことをやる方がいます本当に書かなきゃ覚えられないっていう人もいるしあの自分でね自分なりのノートを作る。 いいう人もいますちょっと私はそれ時間が大変かなと思うんで私は自分の勉強してた頃は自分で別のノートを作るっていうのはちょっと時間がなくてできなかったんです。で人によってはあの講義を何度も聞きたいんだっていうことであのずっとねあのイヤホンであの えと音声だけを電車の中とかあのいろんな各講義ずっと聞きまくってるっていう受験生もいましたしそれでも受かってきましたけどねなのであのいろんなパターンがあるので、まあ、ちょっと自分に合う方法をね試しながらやっていただければと思いますし何かあの質問とあればもちろんこの講義の後でもいいですしあのウェブの方とか電話相談とかねいろいろ活用してください。はい、じゃあ、えー、とすいません長くなりました。でえー、とカーサロンの ちょっと導入部分、第1回目やっていきましょうということで、このレジュメを移していきますが、これですね、担当入門講座監査の第1回レジュメということです。で、えっ、ー、と、これも初回なんでね、ちょっと申し訳ないですが、えー、今後ですね、できれば、あのー、 何種類かペンを用意していただきたいんです。まあ、ラインマーカーが一番あの蛍光ペンが一番いいと思うんですけどで、えっと、何かね色を皆さん自分で決めていただきたくて1、えっと、色は覚える色こ,のこれは覚えなきゃいけないというところがやっぱりカンサロンでもあります。なのでこれは覚えなきゃいけないって私はピンクにしてます一番目立つと思ったんでねでもあのオレンジとかでもいいと思うます、あ、が別に,別に黄色でも緑でも何でもいいんですよただあの私は一応覚えるべき色はピンクにしてます。 で、覚えるべき色を1色持っててほしいんですね。で、あと、普通の、通常の大事なところを目立たせる色として、えっと、まあ、2色は欲しいんです、2色。私は、あの、黄色と緑なんかを使ってます。で、もし、まあ、3色あれば十分ですけど、あの、えっというのはね、普通のところで色分けをしてくださいと、普通のところ、覚えるべき色じゃないんだけども、普通に、あの、大事なところなんだけど、 2種類の考え方があるから色分けしてくださいっていった時に分けれるように2つ欲しいんですね。でそれを人によってはもう色分けするのはこのじゃあ緑と水色で,で、えっと、普通の単純に一色で塗る時は黄色で覚えるべき色はピンクとかねそういう意味であの覚えるべき色あと通常の 色分けしない色色分けする時の2色まあ4色あるとすごくねあの便利だと思いますでもあの、まあ、通常の色分けしない時の色が1本あってで色分けするときはこれにもう1本追加するんだっていうのでもいいと思うんでまあ,あの3本ぐらいねちょっと蛍光ペンがあるとあのいいと思います、はい、なのでちょっとあの講義の中でも覚えるべき色で塗ってくださいっていうのと普通の色で塗ってくださいそして色分けしてくださいっていうのでえっ、ー、と まあちょっとご準備いただければありがたいなと思います。はい、じゃあ、えっと、まず、ねえっと、やっていきますので、えっと、1ページ目の、えっと、財務諸表監査総論のその次財務諸表監査の全体像というところを見てください。はいでえっと、ちょっと、ね、あの担,当論文あ担当が特にあの試験範囲が広いので。 あの広いっていうのは論文の方がね実は監査論っていいんですなので監査論に関しては入門と担当上級講座で勉強した内容がそれ以上論文であのそれ以上に論文の時に範囲が広がるってことはないんですだから皆さんはこの入門と担当上級をしっかりやっていただければ範囲的にはもうそれで全体像が見れるっていうことになりますので。 あのそこはねご安心ください。ということであの何が言いたいかっていうと範囲がね担当はそうあの担当まで結構あるので、えっと、レジュメがですねあのいろんな意見があるんですけどもあ,のあんまり分厚くなっちゃうとそれはそれで持ち歩きが大変だっていうことでちょっと文字がちっちゃくてねほんと申し訳ないんですがあの今のところこれでずっとやってます。なので、えっと、ちょっと画面で、えっと、見ていただく時に大体どこやってるかっていうのをあの 見ていただいて、あとはお手元の、ね、レジュメで見ていただくのが一番いいと思いますので、えっと、ちょっとその点だけ申し訳ないです。ご了承ください。なので、論文だとねちょっと文字はでかくしてるんですね。あの範囲が若干狭まるので、論文ではあのレジュメの文字は大きくしてます、はい。じゃあすいません。ちょっとやりますね。財務所要観察の全体像というところから見ていきましょう。で、えー、この図はですね、あの 財務諸表監査って何なのかっていうねまだ皆さん監査っていうのは何も知らないという前提でやっていきますのでここで説明をしたいと思いますでこの図を見て皆さんは誰かにね監査って何なのって言われたらこの図を見ながら人に説明できるようにしていただくのがここのねポイントだと思ってください実際に説明しなくてもいいですけどこれを人に説明できるようにすると。 はい、じゃあまずこの図をね見ていただくと登場人物は3人ですで、えーまあ、一番皆さんね中心的なここに監査人、まあ、これはイコール会計士です会計士これは監査人会,会計士は監査をする人なのでここ監査人ってなってますで左上に会社があります左上に会社ねそして 右上に利害関係者とあって利害関係者ここで思い浮かべるのは投資家と銀行と取引先とここをちょっと思い浮かべて説明していきますね。でまずあの私なんか本当に勉強した時に全然会計士ってあんまりイメージなくてねそんなにないところから始めてますんで。 何なんだっていうと会計士って実は皆さん財務とかやってるから会計の専門家と思いがちなんですがもちろん会計の専門家なんですがあの会計士って監査および会計の専門家というふうに定義されてますなので監査が実は会計士の一番のメインの業務ってことにあの表向きというかねまあ実際もそうなんですけどなってますで監査は独占業務ですので会計士しかできません それが、なのでこの会監査人というのはねか、なんで会計士とどう結びつくのかというのは、会計士というのはそもそも監査および会計の専門家だからなんですね、これは監査人というのはもう会計士しかなれません、これは前提で、ちょっと知っておいてください。はいでえっと、じゃあ、監査って何なのかっていうことですけども、まずね、 右上の利害関係者見てくださいね。利害関係者で投資家、これは皆さんもなんとなくわかると思うんですが、株を買おうと思ってる人だと思ってください。株を会社の株をね、何買おうかな、何投資しようかなと思って株を買おうと思ってると、銀行ってこの銀行って何して儲けてると思います。まあいろんなことがありますけども、銀行でまああの一つ大きい話としてはお金を貸して それで対して利息を取ってね、儲けてるというふうなあのところですから、まずお金を貸そう、誰かに貸して、利息を、あの利子をね、えー、もらいたいなと思ってる人だということで、えー、認識してください。取引先、これは、えっ、ー、とね、ここはね、簿記でいうと、えー、仕入れ先だと思っていただいていいですね。これあのこの左上の会社にとって この取引先っていうのは何かっていったらえと仕入れ先だともうここ書いちゃってもいいと思いますけどね仕入れ先このか左上の会社にとって取引先って何っていったら仕入れ先だと思ってください,はいそうするとこの仕入れ先この取引先は会社に物を売ってねこの取引先はこの会社に物を売って儲けようとしてる人たちは利害関係者です でえー、じゃあ、この人たちね、投資家、まず株を買おうと思ったら、皆さん、株を買ったことある人あのい,いればあの、それはいいんですけどで、なんかちょっと余談ばっかりで申し訳ないんですけどね、株は皆さん、買いたい方は会計士受かるまでに買ってくださいね、会計士になったら、あの基本的に株買えません、あのまあ、私みたいに、ね、あの,どあの独立してどあの、監査しててもあの、なんていうんですかね、あのえー、 大手監査法人じゃないところで勤めてる場合は勤めてるっていうか手あの監査手伝ったりしてる場合は、まあ、あの株持ってもそんな制限はないんですけどあの大手監査法人に入られたい方は基本的に株はもう持ってはいけ,、ま、いけないという、ねえー、ことになってますでこれはまああの株を持つと何らかの,ねそのえとまあ利害関係が生じてしまって監査っていうのは 独立した立場で意見を言うものをあのこれは駄目だとかね意見を言うっていう立場なので株はね持っちゃいけないことになってるんですよだから私なんか監査してるからあの監査してるじゃ株大丈夫なのかっていったら監査をしてるチェックをしてる監査されてる会社の株はもちろん持っちゃいけないんですけど。 えー、そうじゃない、一般の私と関係のない私が監査をしていない会社の株は一応持ってはいいことになっていますが大手監査法人はです、ね、監査している会社だけじゃなくてすべての会社の株は持っちゃいけないって基本的にそうなっていますのであのぜひ、ね、株を投資して、まあ、あんまりなかなか受験生の頃、ね、なかなか難しいと思いますが株を買いたい方は、ね、あの今しかできないと思ってくださいで、まあ、とにかく、ね、一般の投資家がいます株を買おうと思っている人。でこの人たちって この会社の株を買うかどうかって皆さん自分が投資家だったらどうやって株買うか決めますか、まあ、あの儲かかりそうだからとかね、まあ、株の株価が上がって、えー、あのキャピタルゲインっていいますけど株を、ね、例えばじゃわ分かりやすく1株1万円で買ったのが10万円になったら、ね、9万円儲かるわけですから株を買ってあの売って儲けるパターンとあのインカブゲインっていうかねあの配当でねもけると。 いうパターンろいろありますけどとにかく配当がもらえるにしてもこの会社は儲かってなきゃ配当を出してくれないですし株価も、ね、この会社は儲かりそうだなということでみんな,みんなが期待してどんどん株を買うことによって株価が上がっていくわけですからこの投資家は株価が上がりそうだとか配当をたくさんくれそうだという会社に投資したいわけですよそしたらこの会社ってじゃあ儲かってるのこれから儲かりそうなのというその成績表を見たいわけです。 これからどうなるのか、今儲かってるのか、今後儲かっていくのか。ね、え、それなので、じゃ、利害関係者まず投資家は。この会社に対して、ね、あの、決算書成績を見せてよと。と会社の成績表である決算書を見、見たいなということを、あの。思うわけですよね。銀行はどうですか銀行は。会社にお金を貸そうかどうか、貸してあげてもいいかな。思うわけ、あの、考えるわけですけれども。銀行がお金を貸したら。当然。 元本とともに利息まで含めて払ってもらえないんだったらそんなところにお金は貸さないですよね。でそうするとこの銀行ってじゃあこの会社にお金貸してもちゃんと返ってくるようなもし返ってこないんだったら、えっと、財務で担保とかってやってますかね あんまりやってなないかなあのお金が返ってこなかったらじゃあこの会社はお金返せないけどここの会社の、ね、土地で返済するっていう形であの最悪ねお金返せなくてもここには会社には土地がたくさんあるからその土地をもらっちゃえばいいなとかねそういうことを銀行はあの調べてお金を貸すわけです。ってことはやっぱり会社の決算書を見たいわけですね。じゃあ仕入れ先どうでしょう仕入れ先って皆さん商品売買はもうとっくの昔にやったかもしれないですけど商品売買で この会社が仕入れ先から物を仕入れるときの仕分けってどうなりますかあ、ちなみにこのクラスね、それ言っとかなきゃいけない。絶対あのあ、そうすると眠くなっちゃうかもしれないんですけど、当てませんから、あの、あの、問いかけますけど当てないので、あの、自分の中で考えていただいていいので、安心してください。あと、 あの飲食も自由ですしあの周りの方に迷惑かけなければあの遅刻も早退も最後の5分で入ってきてくださっても全然嬉しいですしあの出てっていただいても全然大丈夫です、ね、あのそこは皆さんご自由にやってください。でえっとい、えー、うことで財務,、ね、財務の簿記の仕分けで、えっと、会社が物を仕入れるときの一般的な仕分けってどうでしたっけ えっと借り方が仕入れですよね、貸し方が買いかけ金ですよね、まあ、商品売買って通常、付けでやりますからね、買いかけです。で、じゃこの会社が仕入れ買いかけ金って仕分けをしますと、仕入れ買いかけ金って仕分けをして、このと仕入れ先からしたら、相手先はどういう仕分けします当然、物を売ってるわけですから、この取引先は借り方売りかけ金の貸し方売り上げっていう仕分けをしますよね。で、そうすると、この取引先って、まあ、賭けで売りますよ、この会社に物を。 で、1ヶ月後とかに、その、この仕入れ先からしたら、ね、ここから会社に売ってるわけですから、ここ、この仕入れ先は売掛金があるわけで、この売掛金を1ヶ月後とかに回収しなきゃいけないわけですよ。ってことは、1ヶ月後にこの会社が潰れちゃったら、付けで売ったのをお金回収できないですよね。なので、この仕入れ先は、この会社大丈夫だよねと。あと1ヶ月、あるいはないし2ヶ月、3ヶ月、1年。 えー、ちゃんと存続するよねっていうことを知りたいのでやっぱりこの会社の決算書を見たいわけです。ね、仕入れ先は決算書を見たいということで投資家も銀行も仕入れ先もみんなこの会社の決算書を見たいわけです。じゃあ、ね、そういう、ね、社会的な要請があるのでこの決算書を見たいよっていうことが要請があるので会社はそれだったらまあ作りますということで決算書を作るでこの決算書を作る過程が財務会計論で勉強してる話だ、ね、ということになりますが。 このの決算書って皆さん自分で自分分で成績を作るわけですよそしたらうちは儲かってるよとかうちはね財産いっぱいあるからあのお金借りても絶対返すよっていうそういったあのよく見せる成績表を作りたくなっちゃいますよねだって自分でね自分の成績を作るんだったらね。そうすると 投資家とかはあこの会社儲かってるって誤解してです、ね、株買っちゃうかもしれないし銀行もあこの会社こんな財産持ってるんだったら BS こんなに土地持ってるんだったらあお金貸してもいいなとかね仕入れ先もあのこの会社こんな現金あるんだったら、まあ、お金払ってくれるよねって思っちゃうわけですよ。なのであの無条件にです、ね、勝手にこの会社が決算書を作っちゃったらそれをあのよく作っちゃう可能性があって。 でそれは当然利害関係者だってこの無条件に会社が作った決算書を信用できないよって普通だったら思いますよねでそこで会計士が出てくるわけですねこの財務諸表が正しいかどうかっていうことを全くこの会社とも関係がない、ね、第三者であるかあの監査人これが会計士ですよ会計士が この会社とは全く関係ない人である必要があってだから株持ってちゃいけないですねこの会社の株を持ってたらどうなりますこの会社の株を持った会計士がここにいたらどうなりますこの会社の左上の会社の株を監査人が持ってたとそしたら監査人は株を持ってるってことは言っても投資家ですからそうするとこの会社の株の値段上がってほしいなと思いますよね上がってほしいなと思ったらここの決算書は当然 儲かっていいる決算書がいいわけですよねそうするとこの会社が嘘の決算書を作ってすっごい儲かってるように見せても自分も株持ってますからね株価上がった方がいいからあこの決算書合ってますよって言っちゃえばいいわけですよ。なのでこの左上の会社の株を監査人が会計士が持ってるとここの、ね、会社が作った財務諸が正しいかどうかっていうことにあのまあ意見を言うわけですけどそこの意見がね あのちょっと歪められちゃうっていう可能性があるので、まあ、あのまた説明しますけどこの会社の株は絶対持ってちゃいけないです。1株ででも持っていいちゃいけないですということでこの会社とは何も関係のない利害関係のない何の関係もない会計士がじゃあここの会社の作った財務所要が正しいかどうかっていうことをチェックするこれが監査なんです。ね、まずもうとにかかくチェックすするるんんですだから皆さのの持っている会計の知識を あの本当はね監査っていうのはあの一番の会計士のメイン業務で財務諸表監査っていうのは会社が作った財務諸表が正しいかどうかをチェックして正しいですあるいは正しくないですっていう意見を述べるとこれが監査なんです。ということでじゃ監査人はこの財務諸表を この矢印ですけども監査するとチェックするとでチェックしてその結果じゃこの財務諸表は正しかったですあるいは正しくありませんでしたということを監査が終わったらですね監査報告書という形でこここにねこのちょっと画面上見にくくてすみませんが監査人から会社に出ている矢印ですけども監査報告書という形で書類を作って会社に出します。 この財務書表正しかったですよあるいは正しくありませんでしたよで、そうしたらその書類とともに実は会社は作った自分で作った財務書表決算書ですね BS とか PL とかキャッシュロー計算書とかそういった決算書とともに会社が監査人からもらったこの監査報告書っていうね監査した結果が載っている報告書を決算書に添付してね合わせて 世の中の中人に公表するとだから会社は単に財務書表を、ね、公表するだけだと利害関係者は誰も信用しないよと自分で自分の成績を作ったって信用しないよとだからこの財務書表に、まあ、お墨付きを与えるなんていいますけども、ねえー、間違ってます合ってますっていうことをお墨付きを与えた監査報告書っていう書類を会社がもらいます。こここのの会社この監査報告書ををもららったらこれを 財務諸表を公表するときに添付して会計士からこうやってお墨付きもらってる財務諸表ですから大丈夫ですよっていうことでこの監査報告書を添付した上で世の中の人に公表するというねこういうこれがあの世のなのあの監査ということになりますなのでその結果として監査人はね世のな財務諸表に そして世の中の人に対して保証をしてあげるとこの財務諸表は正しいですよ間違ってますよっていう保証をしてあげるということになってます。で、えー、とあと他ねこの図であの書いてあるのは左側にですね一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とこの言い回しは監査論ですごくよく出てきますんで別に覚えてくださいって言わなくても。 あの勝手に覚えちゃうと思いますんでここはね全然気にしなくていいんですが一般に公正妥当と認められる企業会計の基準でえと英語は別に覚えなくてもいいですが今後よくね出てくる話の中で 出てくると思うので、あの、簡単に知っといてください。これは GARP とか GAP とかって言いますけども、下に入れておきました。Generally Accepted Accounting Principles ということで、まあ、あの、これを直訳すると一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と。まあ、あの、これは皆さんが財務で勉強している会計基準のことだと思っていただいていいです。実際そうなんでね。財務で勉強している会計基準。で、財務で勉強している会計基準は、 会社にとってはどういう役割があるかっていうと会社にとっては当然会社は財務諸表を作るわけですから財務諸表を作るにあたっての作成のための基準ということで会社にとってこの会計基準は作成基準ですよということになりますし会計士である監査人にとってこの会計基準はどういう位置づけかっていうとこれね皆さん本当に。 あの今勉強していいる内容がが使えますここれが、ね、会計試験のやっぱいいとこですよねで特に一番ね衝撃だったのはあの普通の仕分けとかは簿記で勉強する仕訳は実務でちょっと違う仕訳だったりすることもあるんですよ。でねこれ外資系の会社に行った時にね初め私困ったのはね外資系の会社の仕訳ってね未払金と買いかけ金と未払い費用全部同じ科目なんですよ。っていうのが結構あったんですよ。 なんだこれはと思って初めて実務出た時に私は通常ねこのみんな勉強した通りの,あのいきなり資産表を見たらあの貸し方に買いかけ金とかあると思ったらあのまあそれ外資系だったんでねアカウントペイアブルとか書いたってねなんだこれはと思っていきなりあの試験のための勉強が使えないじゃないかと思ったんですけどアカウントペイアブルってあの 買いかけ金の意味もあるし未払い金の意味もあるし未払い費用の意味もあるみたいな,なんか一緒になってあの科目でねあって、まあ、ちょっと外資系の会社に行くとそういうちょっとあの困ったこともあるんですけどまあまあ,あのちょっとそれは置いといてねあの皆さん勉強している、まあ、会計基準で、まあ、あの買掛金とかねそういったあの科目があると思うんですね。であのその会計基準に従って でちゃんと財務諸表を作ってるかっていうのを本当はあのちょっと今余談だったのでちょっとごめんなさい置いといていただいてまあ買いかけ金ならちゃんと買いかけ金ってねやって計上されてるかなあるいは未払い金だったら未払い金って計上されてるかなとかえっと売掛金ってあのこの金額で大丈夫なのかなとかっていろんな皆さんが会計基準を勉強しているのでそれに基づいてこの会計書で合ってるのかなって判断するのが会計士ですからこの一 会計基準っていうのは監査人にとっては会計士にとっては判断基準ということになりますね。皆さんがずっとこの会計の勉強をして、あ、えっ、ー、とあれ減損ってやってます？減損ってもうまだやってないかな？財務会計で減損やってないからまだですかね？えっ、ー、と。 財務会計連結はやってます。連結はやってない。やってますか？やってますね。あのでね。その資本連結とかって多分やったことあると思うんですけどもで資本連結なんかも。本当に。 皆さんが勉強している仕分けと同じものが実務で出てきます。なのであのさっきねごめんなさいちょっと話戻りますけど未払金とか解約金とかちょっと実際に勉強してた頃とあの実務とちょっと違うなっていうところもあるかもしれないんですけど一番ね皆さんの勉強でそのままなのは連結です。連結は本当に皆さんが仕分けしている仕分けと同じ仕分けを実務で切ってますのであなので一番ねちょっと連結を頭に入れていただいて考えるといいんですけどもじゃ皆さんが勉強していってあの連結の仕分けを、まあ 未実現利益の消去とかね何ででもいいですけど仕訳を見てあ会社が仕分けしてるけどこれ未実現利益の消去全然できてないじゃないかとかねあの皆さんの知ってる知識で判断するわけです。何だろうなあとちょっと,あとそうって文法とかねなんかいろいろ連結でやられてるかもしれないですけどそういったね皆さんの知識で会計基準の知識で合ってるかどうかを判断するということになります。 で、監査人は、じゃ、あもう一つね、監査人が気にする。ここなんですよね。ここ右を、右をこの一般に公正妥当と認められる企業、監査の基準。これを。ガースとかね、ギャスとかね、あの、言いますけども、これ、ジェネラリーアクセプテッドは、あ、お、あの。オーディティングスタンダーズと、ごめんなさい。オーディティングスタンダーズということで。日本語に訳すと、一般に公正妥当と認められる。監査の基準。これはどういうことかというと。 どうやって監査をす,るすべきなんだと、ね、そういった監査のやり方が書いてある基準をこれ一般に公正妥当と認められる監査の基準と呼んでいてだから監査人にとって監査という行為をするための監査という行為をするための基準ということで行為基準なんて言ったりしますけれどもこの一般に公正妥当と認められる監査の基準この基準を勉強するのが監査論なんですね。会計士は もちろん会計処理が正しいかどうか判断しますから会計基準に基づいて連結の仕分け正しいなとかストックオプションの仕分け正しいなとかそういうことを考えるわけですけどもじゃあその考えるにあたって元となるどういうふうに監査っていう手続きをやっていくのかどういうふうにいわゆるチェック,ェックをしていくのかっていうその基準が一般に公正妥当と認められる監査の基準で。 これが監査論のの勉強の中心となります、はい、なのでちょっとねあの長くなりましたけどこういった全体像をあの時々ね思い出していただきながら、えー、話を聞いていただくといいと思います。でここでもう一つねちょっとこれは後でもまた説明しますからあの今聞き流していただいてもいいですけどじゃそれぞれ会社とか監査人とか利害関係者はどんな責任が あるのかっていうことなんですけど、まずね、会社にはこれ財務諸表を作る作成責任があります。いいですか？ これはね会計士になると誤解されてねあの皆あの一般の人は誤解されることが多いので会計士になったんだから財務所有を作ってくれるんでしょっていうふうに思う会社さんが結構あるんですけどもそれはいろんなね会計士には業務があるって最初言った通り皆さんが財務所有を作ってあげるっていうコンサルティング会社とかで財務所有を作ってあげるよっていうそういうサービスを皆さんがすることも,もちろんできます。ででも今このはは頭は ね、会計士の一番中心業務である。監査チェックするっていう。そこに頭を置いていただきたいので、その場合にはチェックをするだけですね。か。あの財務諸表を作るのは誰かって言ったら会社です。ここね、誤解しないでください。また後でちゃんとやりますけど、財務諸表を作るのは会社に責任があります。で、この会社が作った財務諸表が。 正しいかどうかチェックするのが監査ですで正しいあるいは正しくないっていうことを意見を言うっていいますけどもその正しいとか正しくないとかそういった意見を言う責任が監査人にありますなのでここで意見表明責任いいですかね監査人会計士には意見を言う責任があるんですでも財務所を作る責任は 会社にあるんですだからそうそうさ,さっきの話のと、ね、続きですけどよくねしあの会社に行くとですねこの会社に監査に行って財務所有をチェックさせてくださいって行く時に会社の人がねあんまり知らない人だとあ会計士さんなんだったら会計士の先生なんだったら財務所有も作ってくれるんですよねみたいに言われることあるんですけどそうじゃないんですね。財務を作るのはあくまででも会社です、ねえー、っとだって後でこれまた出てきますけど。 財務諸表をじゃ会計士が作ったらどうなりますかといったら同じことになります何が同じかというと財務諸表を会計士が作ってその財務諸表正しいといったら会計士が自分で財務諸表を作って自分で正しいと言っているわけなことになっちゃいますから何の意味もないですねなので正しいという人と作る人は別じゃなきゃ絶対いけないです。これは後でちゃんとりますけどということで、ねえー、会社は財務表を作る責任があります監査にはそれに対して正しいか間違っているか意見を言う責任があります。 で利害関係者は、ね、どういう責任があるかというともう会計士がお墨付きを与えた正しい、正しくないってお墨付きを与えた財務諸表が世の中にあるんだったらあとは自己責任の原則に基づく投資意思決定ということでもうあとは自分で、ね、株買うなりお金貸すなり取引するなり考えてねとあのちゃんと世の中に会計士が 監査報告書つまり正しいとか間違っているってった書類を添付している財務諸表が公表されてるんだったらあとはもうね自分たちで判断してねということになってます皆さんこんにちはそれでは2023年12月向け担当入門講座企業法第1回目の講義を始めます担当アレクセンリ講師の森村です今日は第1回ということで 企業法の入門講座の位置づけというこの版書から説明していきます、えー、企業法という科目のガイダンスっていう意味もありますで、皆さん今入門期ですけれども、えー、入門期は計算科目の完成を目指すべき、えー、そういう時期ですねというのは上級期に入りますとまあ、計算科目ってインプットがもう入門期でほぼ終わりますよね で上級期に入るとも演習問題を解くっていうそういう段階に入るわけですけどもその問題解いた時そうすると入門期にしっかり計算科目のインプットが済んでないともうたくさん間違ってしまう上級期に入って演習をしてもたくさん間違ってしまうことになるとでそうするとどうしてもその復習に時間取られちゃいます。そそうするとその上級期に本来 しっかりやるべき理論科目ですよね企業法のインプットがおろそかになってしまって全体として点数が取れないっていうことになってしまうわけですね。ですからまあ極端なことを言いますと、まあ、これ企業法の科目の講師が言うべきじゃないかもしれませんけども入門期は企業法をやんなくても大丈夫です。まあ、もちろんその分上級に入ってから えー、企業をやるってことになると時間との関係でも大変ですけどねあの企業法は量がすごく多い科目なので,でしかも暗記の量が多いのでそれはそれで大変なんですけどもただ入門期計算科目と理論科目どっちが大事かっていったらそれはもう間違いなく計算科目ですね。はい、でということでこの入門講座というのはですね、まあ、全8回使いまして。 えー、フォーサイトという,うレックの担当式、えー、対策用のテキストの、ね、第一分冊だけを講義します、まあ、それもですねそれぞれの分野箇所の、まあ、第一分冊っていうのは総論と、えー、設立株式機関という、まあ、一番よく出るところなんですけどね論文でも担当でもよく出るところなんですけども。 まあそこをを全体像をつかんでもらううという感じにしますですからまあ時間的余裕があってこの入門講座8コマを聞いていただいた方でもですね上級講座はまた最初からテキスト第一分冊からやりますのでそれはやはりまあ2度聞くことになりますけども一度聞いたぐらいじゃねなかなかわからない科目でもありますのでそういう意味でもまあ時間がある方は入門講座この講義8回を聞いてもらって。 ももらうのはもちろんいいいと思いますその方が、えー、理解は深まると思いますけども、まあ、やはり計算科目に時間取られてとてもその企業法入門聞けないよっていう方は別にそれで、えー、くじけることなくですねもう入門は飛ばしていただいて、えー、上級からら聞いいいててもらって全然構わないと思います、はい、それで「企業法」という科目の特徴なんですけれどもこれはあの担当式試験と論文式試験が大きく異なる科目と。 もうまるで別の科目だというような表現をされる方もいらっしゃいますよねで、担当式試験というのはまず担当受からないと論文を受けられませんけれども担当式試験っていうのは、えー、どういう試験かというと簡単に言うとですねこんな条文ありますかと、えー、こんな条文ありますかあれば丸なければバツっていうそれを条文見ないで回答するっていうそういう試験になりますよねまあ、判例もちょっと出ますけれどもほとんどが条文なんですよだからその 対策としましまては条文をですね条文というものをそれをこう正語の判定がつく程度でねこんな条文あったかななかったかなっていうのが判断つく程度に条文を覚えときゃいいわけですよね。まあ、ただ条文というのはその、まあ、法律独特の言い回しで書いてあったりしますのでなかなか覚えにくいので丸暗記しようというのはちょっと大変ですからやはり ある程度の理解と言いましょうかねそれがどういう意味なのかっていうこともある程度は知っといた方がいいですよねで。これに対して論文というのは今度は条文をを参照ししてていいんでですす試験会場で、えー、法規集を貸してくれますそしてそれを見ながらですね「まあ、この条文はどういう意味なの?」とかあるいは「こういう条文あるけれどもその必要性なんでこんな条文あるの?」とかっていうそういう、まあえー、理解を問う。 まあ解釈っていうんですけどね、えー、そういうようなその、えー、試験問題を解いてくるとでしかもこちらは書かなきゃいけないですよね。1枚、えー、回答用紙大文1枚でたい1,000字ですよねそれをこう2文、まあ、今だと証文形式になってますのでまあ、例えば500字程度の証文を4つ2時間で書いてくるっていうそういう試験になりますね。じゃあ早速ですねその 最終目標でである論文式試験ですねここにも書いてますように最終目標は論文式試験の合格ですのでじゃあその論文試験式試験というのはどういうような形式で出題されるのかその対策はどういうものが必要なのかっていうのをまだ随分先になるかと思うかもしれませんけども実は論文の8月ってのは割と気がついたらやってきてるっていう感じですのでまずそこから説明していきます。でまず、えー 企業法の試験問題というのは、<laughs> 制度説明型問題と論点型問題というふうに大きく2つに分けることができます。もちろん中間型もありますし、えー、そのどちらか判別しないしにくいものもあるんですけども、最初はまずこの2つに分けて理解しておいた方がいいですね。で、まず最初に制度説明型問題っていうのがあるんですけども、これは、 回答,回答用紙のね回答用紙って言いましょうか回答に書くべき内容の形式というのが基本的にこの二部構成に、えー、なってるというふうに考えた方がいいですね、えー、総論と各論という形でで聞かれてるのはですねそのいわゆる論点ではないところから、えー、取材されることが多いんですね論点って何っていうとこの論点型問題の、えー、論点という言葉なんですけれども論点というのはですね 説っていうのはまあ結論っていうふうに考えてもらえばいいんですけどね論点型問題例えば高、えー、株式会社の取締役 A がこんなことをしましたその行為は有効なんでしょうか無効なんでしょうかねっていうような、えー、それが論点ですよね。あるいは、えー、B は B その高会社に対して損害賠償責任を負うんでしょうかっていう負わないという,そう結論が分かれるような問題が論点型問題というわけですねでこれに対して制度説明型問題はそういう,こう結論が分かれるような問題じゃないとそういうところからも出題される例えばその、えー、A がね A が取るべき会社法上の手段についてそれいくつかあるけどそれを全部挙げてねとかね あるいは B が取締役 B が悪いことをしたのでこれを解任する方法についてその手続きを述べてねとかっていうような形で別に B を解任する方法についてこうしなきゃいけないああしなきゃいけないっていうこう学説が分かれてるわけじゃないですよね。条文ににちゃんとと書いいてあるわけですよだから基本的はは制度説明型問題というのは 条文を書いてね条文の要約条文って大体長いですからそれを要約してそしてその後に趣旨って書いてます趣旨とか理由っていうのはこの山括弧で、えー、示すことがあの示すことにしてるんですけどもマークすることにしてるんですけども趣旨ってのは何ですかというとこれは要するにあの条文の存在理由なんですね条文の必要性なんでそんな条文があるのっていうことを、えー、それをこう書かなきゃいけないんですよね。つまり うんとその制度説明型問題というのは条文を要約することでその条文は法規集のここにあるってことは知ってますよとそしてその上でだから知識ですよねここにあるっていう条文問題文に適合する形でだいたい3つから5つ選び出して書いてくださいっていうそういう問題が多いんですけどもそれはちゃんと選び出せますよと要約もできますよって知識を示す部分ですよね。 そしてその上で知ってるってだけじゃなくて私はその条文についてちゃんと理解してますよとなんでそんな条文が必要なのかっていうなんでその条文が、えー、あの許容されてるのかなんてそういうような説明ができますよっていうのが趣旨の部分ということになってきます。そしてこれっていうのは、えー、っとそ,のそのまず前提としてその3つないしは5つの条文というものがそれが一体どういう塊のものなのかとかね あるいは試験員がその,その5つ3つ5つを書きなさいって言ってるのはどういう問題意識、まあ、テーマっていうふうに考えてもいいですよねあるいは共通点っていうふうに考えてもいいですよね、まあ、そういったその全体像といいましょうかねその問題の構造をちゃんと分かってますよっていうことを書くというのがまあ従来はそういうような答案構成を取ることが多かったんです。総論論ををししっかり書書いいてて各つないし5つの条文を書いてくるとところがです、ね、今では 論文っていうのがさっきちょっと言いましたけどもえー、っとですね、えー、回答用紙が A4 サイズなんですよねかなり大きなサイズです。でこの A4 サイズで全体で30行あるんですよね。だから昔はこの A4 サイズ1枚に大問1問で、えー、大問1問について回答を書いてくるって形だったんですけども現在はですねこれがえー、っと例えば 10行15行かかけるとですねあるいは、えー、10行と、えー、プラス、えー、20行とかっていう形で弔、えー、文形式に2つに分かれてましてねでこういう大体そのこういう形で弔文2ですよねでそれかける2という形で大文1問が弔文2つに分かれてると合計弔文4つっていう形式になってる。 そういう出題されることが多いのでですからもう総論をゆっくり書いてるっていうことができなくなっちゃいましてねですから総論というもの本来そこで書くべき問題意識ですよねなぜそれが問題になるのかっていうのはそれはこの趣旨の中でね問題意識を趣旨の中に生かして書くっていうそういうような、えー、形式の回答が、えー、評価が高い答案っていうことになってます。でこの 制度説明型問題というのはなぜその条文の知識がないとそもそも回答できませんからまず条文の知識どこに何が書いてあるかっていうのを知っていかなきゃいけませんよねですからこの制度説明型問題に関してはそれに先行する担当式試験の対策というのと割と一致するところがあるんですよねただまあ担当式試験では趣旨は聞かれませんので、えー、その担当式はそのそういう条文があるのないのっていうことだけ聞かれるので。 えー、担当式の勉強プラスアルファが必要なんですけども逆に言えば担当式の勉強の時に条文のその損比丸伐だけではなくてその条文の趣旨ですよね必要性っていうそういうものを一緒に勉強しておくと割と担当式の勉強と一緒に制度説明型問題の勉強もできるとということになりますで例えばどんな問題かと言いますとですねえっと今日お配りしてると思うんですけども。 令和4年一番新しい本試験問題がこれなんですけどその2問目から見てもらえますか第2問っていうふうに書いてあるこれですよねでそれのですねえっ、ー、と問題1がこれがまあ一つの典型的な論点型問題ああ失礼制度説明型問題っていうことになります制、まあ、度説明型問題の場合はここにこう「丸性っていうふうに、えー、書いたりするんですけどね そしてて聞かれてるのは何ですかと今のところ、まあ、全くなんで分かんなくていいですよ「本件新,株新設分割について意義を述べることができる債権者」これはどのようなものかを説明しなさいっていうふうに書いてあるわけですよね。 説明ですから、まあ、これはその問題の形式からしても制度説明型問題ということができます。でこの意義って何ですかというとその、まあ、会社が新設分割という、まあ、事業上に似たような行為なんですけども、えー、それをする場合にはですねそうするとその会社の、まあ、ステークホルダーである利害関係者である債権者というのがその債権者の地位に不利益が及ぶ可能性があるんですね。そその場合はれれちょっっとと待ってくれよと それ反対だっていうふうに意義を述べるとですねそうするとその債権者はもうその債権の弁済してもらえるというそういう制度があるんですね債権者意義手続きなんていうふうに言うんですけどねそれがどこに書いてあるかというと今んところいいですよもし条文をお持ちの方はまあ見ていただいてもいいんですけど何が何だかわからない状況だと今んところは思います。条1号とというところに こういう債権者は異議を述べることができるというふうに書いてあるんですよね。そして、そのこれが原則なんです。ただし例外として、810条1項2号に当たるように見えるんだけれども、えー、どう、どうっていうのは810条1項2号の括弧、えー、書きが2つあるんですけれども、例外の、 1>, 1は同括弧書きの1であり例外の2は同括弧書きの2であるというだからこの3つの条文細かく分けると3つですよねそれを書いてきて何でそうなってるのと原則例外っていう形でそれを書いてくるということになります。で今はねまあこれ条文4だって何のこっちゃらっていう感じだとは思うんですけども、まあ、それがいずれはですね 担当上級全部聞いていただくとこの条文の意味が、まあ、なんとなく意味は取れるようになるっていうことですねただやっぱりこういう810条なんていうかなり後ろの方でしょ後ろの方の条文まではなかなか手が回らないところなのでこの問題はかなり難しい問題だったというふうな評価を受けてます。まあ、そんな形で3つないし5つの条文を探してきて要約してその趣旨を書くっていうそういう作業をするのが制度説明型問題ですね。 で次に論点型問題というのはどうなっているかというとこれは3部構成で、うん、答案構成をすることが多いですでこれはさっきも言いましたけれどもその結論が異なるんですよねその学者の先生によってあるいは判例の結論というものが異なっていると例えば、えーまあ、さっき言いましたけども高株式会社の取締役 A が、えー、こういう行為をしましたそれは法に反してます あるいは相対的に考えるんですかどっちとも割り切れない場合もあるんですかっていうようなそういう形で書いていきますあるいは B は損害賠償責任を負うかっていうふうに聞かれたら損害賠償責任を負うっていう考え方も負わないっていう考え方もありますので自分はどっちの考え方を取るんだとそしてその理由は何なんだっていうことを書いていきます。ですからえこの 論点型問題ではこの規範定律という部分がこれがそのメインで点数たくさんもらえるところなんですねそして規範定律というのはまあ今はあの本試験でなかなかあのこれも証文形式になってきましたので反対説は書きにくいですけども例えばその取締役がある法律に違反して行為をしてしまいましたとでその場合に自分はそれは法律に反してるけれども有効だっていう考え方に立つと。 効力を認めていいっていう考え方に立つとそうするとその反対の説ですね無効だっていう説をまず書いてそしてその無効だっていう説はこんなに良くないところがあるっていうふうに批判するわけですねでその上で自説は有効だって考えてその理由を示すというこういうまあパターンっていうことになりますつまりこれで自説の説得力を増すということになるわけですよね。そしてこののの学説説中には判判例という最高裁判所の説 と言,え言われるようなものがあるんですけどもこの判例については担当式試験でもですね、えー、何問かはい,いくつかの足はだいたい5指から10指ぐらいは80指中5指から10指ぐらいは出ますので必要なものは担当式の勉強の時に覚えていった方がいいわけですよねでこの規範定律というのは要するにこれが条文の解釈なんですよね条文の解釈基準を立てるということになります そしてここでね皆さん、その法律を初めて勉強される方はここでちょっとつまずくんですけどもこの規範定律というのはですね条文の解釈なんですけどもちょっと難しい言い方すると認識の作用ではなくて意欲の作用であるっていうふうに言い方するんですね認識の作用ではなくて意欲の作用であるつまり有効なの、無効なのっていう結論正しい結論というのがもうあってですねそれをこう探していく認識する。 正しいのか間違っているのかを認識するという作業ではないんだとそうじゃなくてこれは自分はどっちの考え方を取るのって私はこう思いたいっていう話なんですよだから例えば、うん、今日のランチでランチにカレーを食べるかラーメンを食べるかどっちをあなたは選びますって言われてるようなもんなんですよそれはカレーが正しいとかラーメンが正しいってことはないじゃないですかどっち選んでもいいわけでしょ そうするとどっち選んでもいいっていことは結論では差がつかないとまあまああ,のあんまり極端な結論つくとそれはまずいですけどねえー、そのラーメン食べるのそのカレー食べるのっていうふうに聞かれて牛丼って答えちゃうそれはまずいですけどねじゃあ問題はそのじゃあ自分はカレーを選びましたと今日はカレー食べたいですってでじゃあその説の優劣はどう決まるかっていうと何でカレー食べたいのかっていう理由が大事ですよねそうすると、例えば、 昨日、えー、ラーメンだったから今日はカレーを食べたいですっていうと説得力ありますよねまあそうだよねと2日続けて同じもの食べたくないよねっていうことになりますよねでこれに対して例えば今日は、えー、カレーが食べたいですとででなぜかっていうと昨日もカレーでしたおとといもカレーでしただから今日もカレー食べたいですってちょっとこれえっていう感じじゃないですか。 だからそれだとちょっと説得力ないかななんでかなっていうふうにその採点者試験医の先生に疑問を持たれるのはまずいですよね。ただ、うん、今日カレー食べたいです昨日も一昨日もカレーでしたっていうその後に続けてそれは私はインド人だからねっていうのが書いてあったらねまあそれはインド人だからカレー食べるよねっていうことでより説得力が高まったりもしますよね。まあ、そういうい形で えー、認識の作用正誤というもの正しいか間違っているのがあらかじめ決まってるんじゃなくて自分はどうしたいかどう思いたいかこの行為について取締役の行為について有効としたいのか無効としたいのかでその理由を何,何なのかっていうのを書いていくっていうそういう形になります。そしてこの規範定率というのがこれがまあメインの部分なんですけどもただ今の本試験問題というのは、えー、そんなにはっきり書いてくれてないんですよ。 はっきり書いてくれてないっていうか、問題文の中にね、えー、この論点について有効説で書くの、無効説で書くのとは聞いてくれてないんですよ。でそれがどうなってるかというと、例えば、えー、問題の1、第1問ですね。論文式試験の第1問を見ていただきますと、えー、と例えば、これの、これはもあの問題1も問題2も論点型問題なんですけどね。まあ、論,論点型問題が3、 で、これに対して、制度説明型問題が1ぐらいの割合で、今では論点型問題の方が多いです。で、えー、問題にはどういうことを聞いてるかというと、まあそ、そこそこ長いでしょ。B という人が出てきますと。で、B は、えー、後で見るように、この人は上の方行くとですね、この会社の取締役だっていうのがわかるんですよね、えー。上ちょっと見ておきましょうか。えー、公会社のですね、講会社の えと取締役であると取締役は ABCDE、えー、の5名であるというふうに書いてますあとこの公会社の特徴っていうのはどういう会社なんですかっていうとその会社の基幹構成というのを最初に問題文の最初に書いてあることが多いんですよこの会社は公開会社ではないと公開会社とはどんな会社ですかっていうのは 今日の最後にやるか、あるいは次回ですかね。次回あたりに公開会社とはどんな会社なのかっていうのをやります。そして取締役会設置会社である。ってことは取締役会置いてる会社と置いてない会社があるんだなっていうのも、これも次回あたりやりますかね。そして監査等委員会設置会社でもなければ指名委員会等設置会社でもないと。こういう委員会系の会社がね、2つありまして、一般の取締役会設置会社とはちょっと 異ななっった機関構成になってるわけですよねそしてさらには種類株式発行会社ではないと。で、種類株式っていうのは、例えば、えー、配当優先株とかね、普通株に比べて、基準となる株式に比べて20、20%多めに、配当をもらいます、30%多めにもらえますとかっていう、そういうかい株式を発行してないと。あるいは、議決権制限株式って言って、議決権を行使できない株式、そういうものも発行してないと。ここの辺の辺ところは要するに 私ネガティブリストって呼んでるんですけども考えなくていいよってことなんですよね。 種類株式発行会社だといろいろ面倒くさい手続きを踏まなきゃいけなかったりするんですけども、そういうこと多いんですけどもそこは書かなくていいよと論点にしてませんよということですねあるいは委員会系の会社でないということもこれもネガティブリストですね。普通の取締役会設置会社で考えてもらえばいいよっていうそういうことですねそして取締役は ABCDE の5名であってそして A が唯一の代表取締役取締役と代表取締役どう違うんでしょうかなんていうのもこれも入門ではお話しします でできることが違うんですよねそしてこの会社は取締役の任期を1,000人後10年っていうふうに定めているということですねまあ普通の会社だと取締役はの任期は4年なんですよで委員会系の会社だと1年なんですよね原則ところがこれ公開会社でない会社ということで 任期を10年まで延ばすことができますよっていうそういう規定があるのでそういう特徴のある会社だっていうことになってるわけですよねはいそしてこの会社ではですね、えー、忘れてましたね発行済み株式の全部を A が保有してるっていうこれも特徴ですよねこういう会社を一人会社っていうんですね一人会社と書いて一人会社というふうに読みます、うん、ってことはもうこの会社は A の思い,思い通りですよね もう株主総会で決める事項であっても,もう何でもそれは A の一存で決まっちゃいますよねもう歩く株主総会というような感じですよね、はい、でこういうような状況ですねでところが後でです、ね、A は、えー、もう一線を退くということでその公会社株式の全部を B に有効に譲渡したという事情が後で出てきます。 つまりこの後はこの会社のオーナーは B に移ったっていうことですよね。はい、でこういう状況でそのような B ですよそのような B ねその会社の支配者です支配権を獲得している B は C との生活上のトラブルを原因として C を逆恨みしていたとまあ何か法律とはあまり関係のないような。 事実が出てきましたけども C って誰っていうとまた上の方を見るわけですよね C というのは誰っていうと取締役の一人であるということが書いてありますよねでその C を会社から排除したいと考えていると、えー、クビにしたいというふうに考えているわけですねそこでどうしたかというと株主 B の C に対する信頼喪失を理由として C を取締役から解任すると首にしちゃいますよっていうことにしたわけですでこれについては株主総会は適法に開催されているとでこれ後で見るように後でっていうかまあ入門でもやりますけれども取締役というのは株主総会の決議で首にできるんですよねそしてその株主総会の全議決権は全ての議決権は B が持ってるわけですから ですからこの首を切るという決議は、えー、形式上は適法にすることができるわけですよね。えー、B の賛成にによよって可決されることになりますよねでもこれっていうのは C にしてみればたまったもんじゃないじゃないですか。C は例えばまあその権労力がないとかね法規を守ってないとかね、まあ、そういうような事情があればそれはもう C 首になってもしょうがないですけども単にこれ。 えー、その生活生活上のトラブルを逆恨みしているとそういう B のこう支援ですよね私の縁で私の縁でそれを、えー、クビにしちゃったわけですよね。でその場合さ聞かれてるのは何ですかというと C は自分のほとんど理由なく首切った後害者に対して「 どんな請求をすることができるんでしょうかねっていうのをこちらは論じなさいってなってるんですよねだからこっちはまあいうことになりますそして論文式試験ではこの「なお書き」がすごく大事なんですけれども取締役の退職・慰労金についてはこれはすでに廃止しているということです。 まあ、大事なんですけどこれについてもまあネガティブリストでねだからそこのところは考えなくていいよってことになってますですからここで聞かれてるのは、えー、ここですよね C が公害者に対してどんな請求を行うことができるか請求っていうのは、えー、金払いとかねこうしろとかああしろとかっていう、まあ、要,要求ですよねどういう要求をすることができるんでしょうかねっていうことなんですよでこれについてはこれもやっぱり条文っていうのがちゃんと規定してましてね まずはこのそもそもこの何て言いましょうかねあの法令にも定款にも違反してない悪いこともしてない C というのが首を切られちゃいましたよとでこの首を切っちゃった行為というのは果たして有効なんでしょうかねっていうのが問題になりますよねそれが三百三十九条一項に書いてあるんですよねちょっと読みにくい条文なんですけどもしもしくは条文をお持ちでないでしょうけども えと条文もしお持ちだったら、えー、339条1項を見ていただきたいんですけども339条1項を見ると役員及び会計監査人はいつでも株主総会の決議によって解任することができるっていうふうに書いてますこの役員の中に取締役も入るわけですよねだからそれを読み替えますと取締役はいつでも株主総会の決議によって解任することができるっていうふうに書いてあるわけですよいつでもってどういうことなのっていう 1>, 1月2月は解任しちゃ駄目だけど3月4月はいいですよってそんな意味じゃないですよねそういう時期ではなくてこれは理由もなくもっと言えば正当な理由もなく解任することができますよっていうふうに339条1項に書いてあるわけですよ。えっって思うかもしれませんけどそういうもんなんですよ。会社と取締役との関係は任用契約というね、まあ、民法の委任契約に。 類する契約で結ばれてるわけですけれどもそういう継続的な契約というのは例えば任期この会社だと10年間でしょそうすると10年間の間にその取締役がもう信用できなくなったっていう場合が出てくるじゃないですか、まあ、ちょっともう変えたいなっていうのが出てきますよねですからいつでも取締役を株主は変えることができるわけですよね。で B は100%株式持ってる株主ですからもう B の一存で首すげ替えるのは簡単にできちゃうっていうことですよ。 339条1項でそういうことができるって書いてあるんですけどもでも C としてはたまったもんじゃないですよね10年間安泰だと思ってたと10年間ちゃんと給料報酬がですね例えば年俸1000万なら1000万円もらえると思ってたところ、えー、これは、まあ、あの日付を遡っていくと3年ぐらいでクビになってるわけですねあと7年分のその報酬どうしてくれるんだっていうそんな気,ぶ気持ちもあるでしょうね。そこでそこででななんですよそのクビになった C が じゃあ会社に対して、えー、取締役任用契約は会社との間で結ばれてたわけですから、えー、どんな請求をすることができるんでしょうかっていうそういう聞かれ方してるわけですよね。そして 何